はい。皆様、こんにちは。ひろです。今回は、徳川家康について解説します。この動画をご覧いただければ、徳川家康の生涯について、その大まかな流れ、概要がすべてわかるようになっていますので、良ければこのままご覧ください。動画の内容、目次については、読み上げると時間がかかりすぎるので、えー、概要欄に記載しておきました。気になる方は、事前に目を通しておいてください。 また本編に入る前にいくつか注意点がありますが、注意点はこのように過剰書きしておきましたので、気になる方は一時停止しご覧ください。それでは早速本編に入っていきましょう。まず、徳川家康のルーツと人質時代から見ていきます。家康は戦国時代の真っ只中、1543年に松平竹千代という名で生を受けました。 竹千代が生まれた松平氏というのはえ、三河の国、現在でいう愛知県の東部にあった国の小さな豪族の出身だったと考えられています。なので、もともとめちゃめちゃ力を持っていた一族というわけではなかったんですね。なんですが、家康のおじいちゃんにあたる清康という人がめっちゃ強い武将で、この人の時に松平氏は急成長を遂げて、三河をほぼ統一するところまで行きます。 言ったんですが、この後、家康が生まれる8年前の1535年に、清康は家臣に殺されてしまいました。こうして、清康の後を子供の広忠が継いだんですが、えー、この時、広忠はたったの10歳で、全然力はなかったんですね。ということで、広忠は本拠としていた岡崎城を、えー、一族に信忠というですね、えー、松平氏のトップの座を狙っている人がいたんですが、まあ、そういう人たちの手によって、 家康のお父さんの広忠は10歳の時に、本拠の岡崎城を追放されてしまいました。その後、広忠は逃亡生活の末、三河の東側、遠江、駿河の2カ国を治める大大名である、今川の義元を頼ることになります。こうしてなんとか、今川義元の庇護により、広忠は岡崎城へ帰還することができました。こうして岡崎城に戻った、広忠の子供として生まれたのが、 えー、話は最初に戻りますが、1543年に生まれた松平武千代、後の家康だったわけですね。ただこの時、広忠は大変難しい立場に置かれていました。というのも、三河を挟んで、終わりの国の織田信秀、信長のお父さんですね。えー、信長のお父さんと今川義元がずっと戦争していたので、えー、三河の国の人たちは、織田につくべきか、今川につくべきかで、 まあすごくね、こう揺れるというか難しい立場にあったわけですね。で、こういう難しい状況の中、広ロの妻、竹千代のお母さんである、小田への方の実家の水野氏は、小田方と同盟を結ぶということを選びました。ただ、広ロは今川に恩があって、今川方の人間ですのでえ、妻の実家が小田と同盟を結んだってことで、今川義元と関係を悪くしたくないわけですね。 ということで、えー、広ロタダは、お台の方を離縁しました。こうして、まだ3歳だった竹千代は、お母さんと生き別れることになっちゃったわけですね。しかも、竹千代を襲った不幸はこれだけではなく、えー、1547年の6歳の時に、人質として、尾張の国の織田信秀に送られることになってしまいました。どうしてそうなったのかというと、これは昔よく言われていた話になるんですが、 えー、ヒロタダも信秀から攻撃を受けていたんですが、ヒロタダ一人ではどうしようもありません。なので、ヒロタダは今川に助けを求めます。それに対し、今川は、助けて欲しいんだったら、私たちに忠誠を誓う証として、竹中を人質として送れ、と言うんですね。 で、それを受けて、広忠は、今川の方に竹千代を人質として送ったんですが、その送られている最中に、付き人の一人が裏切っちゃって、織田の方に売られた、という風うに昔はよく言われていました。えつまり、本当は、今川の、今川家の人質になる予定だった説というのがあるんですが、まあ、最近は新しい説が出てきて、これは疑問視されているようです。で、その新しい説っていうのが、広忠が信秀に敗れてしまって、 まあその、えー、幸福の証として竹千代を終わりの国に送ったんじゃないかという説になりますね。まあ、この辺どっちが正しいのか僕には判断できないんですが、まあ、とにかく竹、えー、千代は終わりの国に送られて人質生活を送ることになりました。ちなみに、この頃終わりの国には信長もいますので、まだちっちゃかった竹千代少年と織田信長がこの頃すでに出会っていて、まあ、結構仲良くなって、 それが後の同盟につながるんだ、みたいな感じに、ドラマとかでは結構描かれるわけですが、実際この二人がこの頃すでに出会っていたという資料はないので、その辺はわかりません。逆に言えばね、出会っていた可能性も別にあったかなと思います。はい、そんな感じで、えー、竹千代は終わりの国で過ごすことになりましたが、えー、その最中の1549年、竹千代が8歳の時に、お父さんの広忠が死んでしまいました。 死因は病気説や暗殺説などいろいろあってよくわかってないんですが、とにかくお父さんが死んで、岡崎城から長州がいなくなってしまいました。しかも広棚の後を継ぐべき竹千代も終わりの国で人質になってますから、こうして空になった岡崎城には今川の城代が置かれることになります。こうして岡崎城は実質的に今川の完全支配下に置かれてしまいました。 そして、その後も竹千代の人生は目まぐるしく動いていきます。今川と織田の戦争の中で、今川が信長のお兄ちゃんにあたる織田信弘という人を人質に取りました。で、今川は三河を抑えるにあたって、松平家を完全に自分の味方にしたいと考えてますので、今川は織田信弘と竹千代を交換しないか、人質交換をしないかっていう風に織田に話を持ちかけるんですね。 それで人質交換が成立し、竹千代は今度は、えー、今川の人質として終わりから寸婦に送られることになりました。こうして竹千代は今川の人質として8歳から19歳までの約10年間を過ごすことになります。この頃の竹千代の生活は人質と聞くと辛そうですが、まあ、実際は今川家が え、松平家のことを完全に自分の味方にしたいということで、今川方の人間として大事に育てられましたので、まあ、そんなに悪い生活ではなかったとされていますね。え、それこそ今川家の軍師に大元節祭という有名なお坊さんがいるんですけど、こういう人から教育を受けて、え、大事に育てられるということになりました。その後、1555年14歳の時に竹千代は元服し、 今川義元から元という一字をもらって松平元信というふうに名乗りました。えー、その翌年56年には今川義元の名、まあ、この辺は諸説あるらしいんですが、まあ、今川一門の女性である月山殿と15歳の時に結婚しています。そしてその2年後、17歳の時に元信は初陣を果たして見事勝利をしています。 またこの頃、元信から元康というふうに名前を書いています。元康の康はおそらくなんですが、あの、三河をほぼ統一仕掛けたっていうね、えー、おじいちゃんの清康がいましたよね。その清康の康からもらったんじゃないかってされてますね。はい、こんな感じで、後の徳川家康は10代の頃、今川の人間として大事に育てられて、まあ、立派な今川の武将として育っていくということになりました。 はい。人質時代の話は以上になります。それでは続いての話、桶狭間の戦いと清須同盟に移りましょう。1560年、元康が19歳の時に、今川義元が約2万5000の大軍で尾張に侵攻し、桶狭間の戦いが起こりました。これを受ける尾張の信長は、まあ、信長って後に魔王信長みたいな風に言われてめっちゃ強いイメージがありますが、 この頃はまだ今川より全然ちっちゃい大名でしたので、織、えー、田軍は3000から5000くらいだったとされています。なので、まあ、大方の予想としては、ほぼほぼ間違いなく今川が勝つだろうという戦いだったわけですね。で、この戦いには、えー、松平元康も今川の武将として参加していました。で、えー、田軍が包囲する大高城という城に、えー、兵糧を届けるっていう危険な役目を担うことになるんですが、 これを見事、元康はやってのけて、えー、一仕事を終えたということで、大高城で休息を取っていました。ただ、こうして休息を取っている時に、まさかまさかの事態が起こります。なんと、主君である今川義元が、織田軍に撃たれてしまったんですね。まあ、この辺の経緯というか、戦いの様子については、織田信長の動画で深掘りしようと思うので、今回は特に触れませんが、 えー、今川義元が、まさかまさかの撃たれてしまったわけですね。こうしてそれを知った元康は、大高城に留まっていては危険なので、撤退し、松田原家の母大寺である大樹寺へ逃れました。一説によると、その時元康は切腹しようとするんですが、それを寺の偉いお坊さんが止めます。止めて元康に、恩利江戸エド・ゴング・ジを説いたとされています、えー。これはどういう意味かというと、まあ、簡単に言うと、 汚れた世の中のことを嫌って、仏の美しい世界を求めましょう、みたいな、そういう意味になるんですけど、それを聞いた元康は、戦国時代というね、争い合う時代を終わらせて、俺が太平の世の中を築いてみせるぜ、っていう風に決意した、みたいな風に伝わっていますが、ここら辺は物語の要素が強いので、伝説として聞いていただいた方がいいかなと思います。ただ事実として、後に徳川家康は、 えこのオンリー・エド・コング・ジョードという言葉を旗印として使用するようになります。はい。で、その後の動きですが、今川義元が撃たれたことで大混乱に陥った今川勢は、えー、駿河の方に引き返していきます。こうして、岡崎城には今川の城代が置かれた、今川の人間が置かれたよって言いましたけど、えー、岡崎城を今川勢が捨てたんですね。で、それを見て松平元康が、 捨てられた城なら拾ってやろうじゃないか、みたいな感じで岡崎城に入ったとされています。まあ、こうしてある種ラッキーな形で松平元康は自分の生まれた城についに戻ることができたんですね。ただ最近新しい説が出てきて、これはラッキーで入ったんではなくて、今川義元の後を継いだ氏真が、おだえの備えとして松平元康を岡崎城に入れた。つまり許可があったんじゃないかという説がありますね。 その辺はよくわかりませんが、まあ、とにかく自分の城に戻ることができました。でその後、元康は三河、えー、西三河の統一を目指して、その後も織田と戦いを続けていたんですが、ただ肝心の今川義元の後を継いだ内真は織田と戦おうとしませんでした。これはよく今川内真がポンコツで全然戦う能力がなかったからだって言われちゃいがちなんですが、まあ、実際はそんな単純な話ではなくて、 今川義元が撃たれたことによって、今大混乱が起こっていて、今川の部下がこう離反したりとか、国内で内乱とかも起こっていたので、まあ、そっちの対応で精一杯だったわけですね。ということで、今川は織田と戦う手伝いを全然してくれませんでした。で、それを受けて元康は、やっぱり元康だけというか、今川抜きで織田と戦うのはきついので、だったら戦ってくれない、一緒に戦ってくれない今川のことを見捨てちゃって、見限っちゃって、 むしろ、織田と同盟を結んだ方がいいんじゃないか、というふうに、元康は考え始めたわけですね。そして、この頃、織田信長の方も、えー、美濃の斉藤家との戦いで忙しかったので、あんまり三河に構ってる余裕はなく、えー、三河と仲良くなりたいなと思っていたんですね。ということで、両者の利害が一致し、1561年、元康が20歳の頃、 え、信長と元康の間で同盟が結ばれることになりました。え、この同盟は元康が清須城に赴いて結ばれたので、清須同盟という名前になってますが、え、一時資料レベルだと清須城での会見はなかったらしいので、その辺本当にあったのかどうかはかなり怪しいらしいです。はい。ということで、まあ、会見はなかったのかもしれませんが、同盟はちゃんと結ばれたわけですね。で、ちょっとネタバレになりますが、 え戦国時代の同盟なんて、もうちょっとしたきっかけですぐ崩れてしまうものなんですけど、この清須同盟は1582年に信長が本能寺の変で死ぬまでずっと続くということになります。はい。こうして信長と同盟を結んだ元康は、今度は東三河の統一を目指すことになるんですが、東の方で戦うとなると今川と領土を接してますので、今度は今川勢と戦うことになるんですね。 で、この戦いにおいて、元康には心配な点があって、正、えー、室の月山殿と長男の信康と長女の亀姫が、まだ駿府にいて、今川の人質状態になっていたんですね。ということで、それが不安ではあったんですが、えー、今川との戦いの中で、今川の武将を捉えることができたので、えー、人質交換によって、この三人を救出することに成功しました。 ちなみにこの時活躍した元康の部下が石川和正って人なんですけど、この人はずっとね、えー、ずこの後もずっと元康の片腕として、もう側近中の側近として活躍する人で、今後も出番がある人なので、えー、名前をね、覚えていただければなと思います。はい、こんな感じで人質も救出して、思う存分今川と戦うことができるということで、私はもう完全に今川の人間ではありません。 ということをアピールするために、1563年22歳の時に松平元康は、今川義元からもらった元という字を家に変えて、松平家康というふうに名乗るようになりました。はい。桶狭間の戦いと清須同盟の話は以上になります。続いての話、三河一向一揆と三河の国平定に入りましょう。 元康が家康と名前を変えたのと同じ1563年に、家康は三河の国統一目前で三河一向一揆に見舞われてしまいます。えー、これは徳川家康の三大危機の一つということでめちゃめちゃやばかったわけですが、残りの二つについてもこの動画の中で出てくるので、その時をお待ちください。ではそもそも一向一揆って何かというと、 えー、一向宗浄土真宗本願寺派の信徒たちが集団で領主などに抵抗する運動ということで、三河の国の一向宗の信徒たちなどが家康に対し、えー、牙を剥いたわけですね。まあ、これは本当にね、難しいというか、もう厄介な問題で、教科書でも加賀の一向一揆なんて習ったと思いますし、あの信長ですら、えー、一向一機を沈めるのに10年近くかかってますからね。 そのくらい難しい問題に家康は直面したということになります。では、なぜ三河の国で一向一揆が起こったかというと、これ結構難しい話なので、すごく簡単にしてお話ししますが、当時宗教勢力はものすごく大きな力を持っていたので、三河の国の一向宗のお寺の一部は、不乳の剣を主張していたんですね。不乳の剣というのは、 領主ですら、我々の許可なく勝手に寺の敷地内に入っちゃいけませんよという権利のことを言って、実際に家康のお父さんの広忠の代にはこういうことが認められていたんですね。ということで寺は不入の権を主張するんですが、まあ家康の方からすると、今三河を統一している最中ですので、そういう利権を解体したいわけですね。えつまり簡単に言うと、俺の言うことを聞けっていう家康側と、 えー、俺たちは不流の件があるからお前の言うことは聞かんというふうに主張している寺川。これが対立したわけですね。また問題はそれだけではなくて、今家康は小田川と同盟を結んでいるんですが、まあやっぱり真今川派もたくさんいるわけですよで。そういう人たちは家康に不満を持ってます。ということで家康に不満を持っている一向州の勢力であったり、真今川派。こういう人たちが一斉放棄し、三河一向一揆が起こった。 はい。こうして戦いが始まってしまうわけですが、えー、この戦いはね、本当に辛いというか、悲しい戦いになるんですね。なぜかというと、家康の部下の中にも、えー、一向宗を信じてるって人はたくさんいましたので、えー、そういう人たちは主君家康を取るか、それとも仏を取るかで悩むことになるんですね。 でその結果、仏を取って一向一揆に参加するって人たちも出てくるわけですけど、まあ、そんな感じで三河一向一揆は、家臣が真っ二つになって、今まで仲間同士だった人たちが殺し合うっていうね、そういう戦いになりましたので、まあ、すごく悲しいというか、辛い戦いになったわけですね。はい。なんですが、まあ、結局最終的には、 やっぱり家康の中誠心から一騎を離脱する者が出てくる。家康様には弓を引けないって人たちが結構出てきたとされています。こうして家康が優勢になって、最終的には約半年で和議が結ばれ、一個一気は収束に向かうことになりました。その後の処理として家康は教団に対しては厳格な処分を下しているんですが、その一方で違反した家臣にはすごく寛大な処置をとっていて、 お前、俺のことを裏切ったから切腹、みたいな感じじゃなくて、まあ今回は仕方がない、また俺に仕えてくれ、みたいな感じで、ちゃんと再雇用したわけですね。はい。で、それがね、結構後にプラスに働いてくるわけですが、そういう話は後にしたいと思います。こうして、三河一行一騎という大変な事態を乗り切った家康は、1566年25歳の時に、ついに三河の国を統一することに成功しました。 そして同じ年に家康は朝廷から三河の神に助任されました。要するに朝廷からオフィシャルに三河の国の統治者はあなたですよ。というふうに認められたわけですね。そしてこれをきっかけに松平家康は我々がよく知っている徳川家康と改正しました。なぜ徳川と名乗ったのかというと、まあ、今から話す内容はあくまで一説に過ぎないんですが、 まず松平、松平氏って、本当かどうかはわかんないんだけど、清和天皇ルーツとして持つ清和源氏です、というふうに自称していたんですねで。その清和源氏の中で、特に英雄だとされている男が、八幡太郎義家って人になるんですけど、えー、家康の家は義家の家から取ったんじゃないか、というね、説があります。 その辺が本当かどうかはわからないんですが、この吉家の流れの中で鎌倉幕府を作った源頼朝が誕生しています。で吉家の三男または四男と言われている人が吉国という人になるんですが、この吉国から新田義貞を生む新田氏と足利高氏を生む足利氏が生まれているんですねで。その新田氏の方で、えー、徳川というふうに名乗っていた人がいたので、えー、この徳川という 名前をもらって、えー、徳の漢字を変えて、徳川家康というふうに名乗ったんじゃないかというふうに一説では言われてますね。まあ、この辺ね、えー、真偽はわからないところが多いんですが、まあ、とにかく三河の国を統一したことをきっかけに、えー、松平家康は我々がよく知っている徳川家康というふうに名乗り始めました。そして三河の国を統一した家康はその勢いに乗って、 1568年27歳の時に、下位の武田信玄と同盟を結び、今川領へ進行を始めました。こうして今川は徳川と武田の両方から攻められる形になっちゃって、もうどうしようもなくて、えー、戦国大名としての今川家はここで滅びることになります。ということで、徳川にとっては全て順調に進んでいたんですが、ここから問題が起こります。 というのも、同盟の内容としては、徳川が遠東江東を、武田が駿河を治める、みたいな内容になっていたとされているんですが、武田が遠東江東の方まで進行を始めてしまったんですね。こうして、徳川と武田は国遣いをめぐり敵対関係を持つようになって、えー、だいぶ後に武田が滅びるまで、その敵対関係はずっと続く、ということになります。はい。ここから別日の撮影になりますが、続きをやっていきましょう。 若干音量のバランスが変わったかもしれないので、各自調節お願いします。はい。ということで、続いての話、姉川の戦いに入ります。といっても、姉川の戦いの主役は、家康ではなく、信長ですので、えー、このトピックについては、かなり駆け足で解説します。そのつもりで聞いてください。まず、1560年に桶狭間の戦いで勝利した信長は、その後ずっと、えー、美濃の斎藤家と戦っていたんですが、 ようやく67年に美濃の国を平定することができました。で、その翌年の68年に、信長は足利義明を奉置、上落することになります。これ、どういうことか、駆け足気味に解説すると、まず、13代将軍の足利義輝という人が、1565年に起こった英六の変という事件で、部下の三好氏などによって殺されてしまいました。 で、その後、次の将軍の候補になったのが、えー、殺されてしまった吉輝の、いとこの吉秀か、弟の吉明、この二人が候補になりました。で、吉、え、徹、ー、のことを殺した三好一族は、いとこの吉秀の方を担ぎ上げたので、吉秀が14代将軍になりました。で、それに対して、美濃の国を平定し、えー、自分のね、問題はある程度片付いた信長が、吉明の方、 え、ヨの弟の義昭の方を報じて上洛したんですね。え、こうして上洛にあたって、身内一族などと戦うことになったんですが、信長は見事これに勝利します。こうして、織田信長のおかげで、足利義昭は15代将軍に就任することができました。なので、義昭はこの頃、信長のことを、御父みたいな、お父さんみたいな感じで呼んで、すごく尊敬していたわけですね。 こうして信長は15代将軍足利義明のもとで大きな権力を持つことになり、信長の天下取りがここから本格的にスタートするということになります。そしてその後信長は1570年に越前の国の朝倉義景というとても強いというか大きな武将がいたんですが、この人が言うことを聞かないということで、これを討伐するために進軍します。 で、初めはものすごく優勢に戦いを進めていたんですが、ここでまさかの事態が起こります。北近江の浅井長政という武将が信長のことを裏切ったんですね。これは本当にまさかの事態で、というのも信長は自分の妹のお一を浅井長政に嫁がせて同盟を結んでいたので、まさか浅井が裏切るとは思っていませんでした。なんだけど、浅井は浅倉とも関係が深かったので、信長のことを裏切ったわけですね。 こうして信長は、まあ、現在の福井県に金ヶ崎ってところがあるんですけど、その周辺で朝倉と浅井に挟み撃ちになるというめちゃめちゃ危険な状況に陥りました。こうして、後に金ヶ崎の軒口と呼ばれる撤退戦が始まります。で、この撤退戦で活躍したのが秀吉とか明智光秀になりますね。この二人が命がけでしんがりを務めたおかげで、なんとか織田は撤退、 織田信長は撤退することができました。そして体制を立て直した織田信長が浅井をやっつけてやるということで起こった戦いが1570年の姉川の戦いになります。で、この戦いは、信長は同盟者の家康を援軍として呼んだし、浅井の方は同盟者の朝倉を援軍として呼んだので、織田徳川連合 VS 浅井朝倉連合という形で戦いになりました。 ちなみにこの時、家康は29歳ですね。で、戦いの様子はこんな感じになります。これはウィキペディアから引用した画像になりますが、まあ、こんな感じで姉川、えー、滋賀県にある川ですね、を挟んで、織田・浅井が睨み合っていて、徳川・朝倉が睨み合ってるって感じになるんですけど、えー、かなりこう悲惨なというか、まあ、激しい戦いだったとされていて、特に織田軍は大ピンチに陥ります。阿井軍の勢いが凄まじくて、織田本人、 ギリギリのところまで阿ザが迫ってきたとされていますね。で、このピンチを救ったのが、織田の援軍として来ていた徳川で、えー、倉軍の陣形が縦に長く伸びてしまっているのを見て、徳川軍は別動隊を編成し、川を渡らせて側面攻撃を仕掛けたとされています。これで朝倉軍が崩れたことにより、浅井軍も辛い状況になって、朝倉と浅井は撤退することになりました。 はい。ということで、姉川の戦いは、まあ、主役は信長で、家康は援軍として呼ばれただけなんですけど、まあ、その家康、徳川軍の活躍もあって、姉川の戦いは、織田、徳川、織田、徳川連合軍が勝利するという形で幕を閉じました。はい。姉川の戦いは以上です。それでは続いての話、三方ヶ原の戦いに入りましょう。この戦いは、家康バーサス武田信玄の戦いで、 徳川家康の三大危機の二つ目になります。では、なぜこの戦いが起こったかというと、まず武田信玄が織田信長に不満を持ち始めます。というのも、織田信長は家康と同盟を結んでいるんですが、実は武田信玄とも同盟を結んでいたんですね。ただ、信玄と徳川家康はすでに説明したように、ミス駿河の国境をめぐってずっと敵対関係にあります。 ということで、信玄からすると、信長と家康は手を切って欲しいわけですが、信長はそうせず、えー、中立を貫いていたわけですね。ということで、信玄はそういう信長に対し不満を高めていました。また、この辺については、信長の動画で詳しく解説しますが、信長は1571年に比叡山焼き討ちを行っています。 これに対し、武田信玄は仏教を厚く信仰している武将でしたので、えー、不満を覚えたと思われます。で、こういう状況の中、翌年72年に、足利義明が武田信玄などに織田信長討伐令を出しました。というのも、義明は信長のおかげで将軍になれたので、初めは信長のことを慕っていたんですが、まあ、この頃になると、義明のことを傀儡化したい信長と、 傀儡にされたくない義明は完全に対立していたわけですね。ということで、義明が武田信玄などに討伐令を出したことによって、信長討伐令を出したことによって、信長包囲網が完成されて、信長はかなり辛い状況に陥りました。で、こういう状況の中、ついに武田信玄が動きます。武田信玄が、え家康の領土である、三河東都海へ進行を開始しました。 これがいわゆる武田の正常作戦になります。で、この正常作戦は昔はよく上落が目的。つまり武田信玄は、えー、都に入って信長のことをやっつけて、信長の代わりに天下を取るつもりだったとされていますが、まあ、最近はそこまでは考えてなかったんじゃないかと言われてますね。あくまでも三河東東三重の信仰であったり、まあ、その先の信長の領土である美野、このあたりに信仰するつもりであって、上落までは考えてなかったんじゃないか。 と言われてますが、とにかく武田信玄は家康の領国である三河東東海へ進行を開始しました。この戦いは、信長包囲網が敷かれていて、信長が家康にまともな援軍を送れなかったこともあって、家康は敗戦からスタートします。で、そういうピンチな状況の家康は、浜松城というお城で籠城して、籠城戦で武田と戦おうとします。ただ、ここで武田が意外な動きに出ました。 数字は諸説ありますが、浜松城に籠もってる家康が約1万、徳川軍が約1万で、それに対し武田軍が約2万5 0 0 0とされているんですが、その2万5 0 0 0の武田軍が浜松城に籠もる家康のことを素通りして、無視して西へ行っちゃいました。で、これを受けた家康は、えー、自分の領土を素通りされて、 戦いもせずに素通りされて西へ行ってしまっては、行かれてしまってはメンツが立たないということで、戦いを決意するんですね。なんですが、まあ多くの家臣は武田信玄と戦うのが怖いので、怖いというか、まあせっかく素通りしてくれたんだから、それでいいじゃないですかっていうふうに家康を諌めるんですが、家康は出撃を決意します。こうして、えー、素通りしていった武田軍を背後から襲うため、えー、家康は出撃しました。 こうして1572年、家康が31歳の時に、バーサス武田信玄の戦いである、三方ヶ原の戦いが起こります。しかし、やはり戦国最強とも呼ばれる武田信玄の方が一枚上手でした。武田信玄は家康が城から出て戦いを仕掛けてくるってことを予想していたとされていて、万全の構えで武田軍は待ち構えていたんですね。 こうして徳川軍はわずか2時間で改装することになりました。家康も本当にね、もう死んでもおかしくないっていう状況の、えー、大ピンチになるんですが、そこで家康のことをなんとか逃がさなければってことで、家康の兜とかを自分に被せて、俺は家康だ、みたいな感じで敵に戦いを挑んで、こう、家康の身代わりになって死んだ部下がいます。それが夏目義信という人になります。 この人は、三河一行一揆の時に、一揆側に加わったんだけど、その後、家康に許されたって人なんですね。なので、家康に対する恩がすごくありますので、家康の代わりに戦って死んだわけですね。まあ、こんな感じで、三河一行一揆の時に、家康が一揆側についた多くの家臣を許して再雇用したってことは、まあ、こういうところにプラスにつながったというかね、吉信さんは死んでしまうんですけど、なんとか家康を逃がすことに成功したわけですね。 ちなみに、この夏目義信は、夏目漱石の祖先に当たる人でされてますね。まあ、こんな感じで、夏目義信だけではなく、多くの部下が犠牲になって、その犠牲の上で、家康はなんとか浜松城に逃れることができました。その後、浜松城に逃げ帰った家康一行は、浜松城で空城刑を行ったという伝説があります。空城刑って何かというと、 まあ今ピンチな状況なので、普通は城の門を固く閉ざして、防御に徹するべきなんですが、あえて門を開放して、かがり火も散さ々んさんと焚いて、しかも太鼓の音とかも鳴らして、俺たちはまだ全然戦えるぞ、みたいな、やったるぞ、みたいなオーラを出すわけですね。で、これを受けた武田軍は、え、なんか城の様子おかしくないこれはなんか罠があるんじゃないか、みたいな感じで、浜松城への追撃を諦めた、とされています。 されていますがまあ、この辺は物語の要素が強いらしいのでまあ、本当かどうかはわかりませんとにかくそんな感じで家康は何とか生き抜いたわけですが、えー、武田軍の進攻が止まるわけではなく武田軍は東三河へ進攻していきますただここでまさかの事態が起こりましたもともと武田信玄は病気を押してこの戦いを進めていたんですが、えー、武田信玄は病状が悪化してしまって、えー、撤退に追い込まれてしまいます しかも、その帰り道に武田信玄は病死しました。武田信玄の死はしばらく秘匿されていたので、徳川軍がいつ武田信玄が死んだって気づいたかはちょっとわからないんですが、とにかく武田信玄が病死するっていう家康にとっては、ものすごくラッキーな事態が起こって、武田軍の脅威が去ったということになりました。また、信玄の死は家康以外にも大きな影響を及ぼします。 この頃、都では、15代将軍の足利義明が、信長と完全に決別していました。ということで、義明は、信玄が西に来ているこのタイミング、包囲網が強まっているこのタイミングに、信長を撃ってやるぜってことで、えー、信長に戦いを仕掛けるんですが、まあ、結局信玄は死んじゃったわけですよね。ということで、信玄が死んだことにより、包囲網が弱まったこともあって、 え結局、1573年に織田信長が足利義明を破り、追放します。えこうして、この後も足利義明は、まあ、一応将軍職のままではあったんですが、まあ、今後、えー、都に帰り咲くことはなかったのでえ、この73年に室町幕府が滅亡したと考えるのが通説となっています。はい。ということで、三方ヶ原の戦いは以上で終わりです。続いての話、流しの設楽ヶ原の戦いに入りましょう。 武田信玄は病死しましたが、その後も武田と徳川の戦いはずっと続き、えー、武田信玄の後を継いだ武田勝頼と家康はずっと攻防を繰り返していました。そしてそういう状況の中、1575年、えー、約1万5000の武田軍が三河の国の長篠城を包囲します。でこの長篠城を守る兵士の数は、まあ、約500人とされていて、 ま、その数字で言うと、もう絶望的な戦力差なわけですね。ただ、画像を見ていただければわかるように、この流しの城って周りを川で囲まれていて、攻めるなら北側から、北側から攻めるしかないっていう城なので、まあ、すごく攻めにくい城だったんですね。ということもあり、流しの城はなんとか持ちこたえているという状況でした。こういう状況の中、有名な伝説が起こるので、その伝説について解説します。 今、長篠城は何とか持ちこたえてるって状況ではあったんですが、まあ、いよいよ武田軍によって兵糧庫も燃やされてしまって、食べるものもないという大ピンチになります。そこで、何、えー、とか援軍を求めようということにはなるんですが、ただ今長篠城は1万5千の武田軍に包囲されているので、城を脱出することもめちゃめちゃ難しいんですね。そこで徳川家康に援軍を要請するため、鳥居ネーモンっていう長篠城で働いている足軽が、 えー、城のトイレの排水口みたいなところからなんとか脱出して、川とかを渡って、えー、めちゃめちゃ苦労して家康のところにたどり着くんですね。で、援軍を要請するんですが、まあ、その頃すでに家康は織田信長のことを援軍として呼んで、織田徳川連合軍で流しの城を救出するっていうね、えー、そういう手はずが整ってたんですね。で、それを聞いた鳥居すねえもんは安心して、 えー、城の者たちにすぐそれを伝えたいってことで、また長篠城の元に戻ってくんですね。なんですが、その帰り道で鳥居スネえ門は武田軍に捕まってしまって、えー、武田軍から、援軍は来ないと城に向かって家、という風うに強要されるんですね。で、それで鳥居すねえ門は、わかりましたって言うんですけど、えー、実際は城に向かって、もうすぐ家康様が援軍に来るぞ頑張れみたいな感じで、えー、行ったわけですね。 それで、流しの城の士気が高まって、えなんとか、織田徳川連合軍が、えー、救出に来るまで、流しの城は落ちなかった、という伝説になります。えー、ちなみに、鳥居スネモンはね、こんな感じで処刑されてしまったわけですが、まあ、こういうね、一足軽の活躍もあって、なんとか、流しの城は持ちこたえたって伝説ですね。まあ、どこまで本当かどうかわからないところもあるんですが、まあ、こういう人の活躍もあって、 今、長篠城は大変ピンチな状況だったんですが、約3万8000の織田徳川連合軍が設楽原に着任するということになりました。これを受けて、武田がどう動いたかというと、武田の重臣たちは撤退を進言したとされていますが、理由は諸説あるので、今回は省きますが、武田勝頼は決戦を決めました。こうして決戦が起こるわけですが、早速武田軍には誤算が生じます。 というのも、今地図が出た長篠城のあたりになんかちっちゃい赤い丸がありますよね。こういうところに武田軍は砦を築いていたんですが、本格的な決戦が始まる前に、小田徳川軍は密かに別動隊を編成して山を渡らせて、この砦を襲ったんですね。ということで武田軍は後ろの砦が抑えられてしまって撤退することができなくなってしまいます。 こうして、織田徳川軍の方に向かって戦いを挑むしかなくなった武田軍と織田徳川軍で、下、え、田、ー、原というところで決戦が起こったわけですね。でその様子を描いた有名な作品が、この流しの合戦図屏風になります。まあ、教科書にも載ってるので見たことがあるかなと思いますで。この屏風のこの右側、今赤丸が出たあたりにある城が、これが流しの城ですね。 で、その南側でなんか戦ってると思いますが、これが別動隊が砦で抑えるために戦ったってやつで、ここを小田徳川連合軍が抑えたわけですね。こうして撤退することができなくなった武田は、前に進むこと、前に進むことしかできなくなって、この下原で本格的な決戦が始まるということになりました。 スタラガハラの戦いというと、信長が用意した鉄砲三千丁と三段打ちで武田騎馬隊を破ったということで有名ですが、まあ、その辺は物語の要素がかなり強く、実際あったかどうかで言うとかなり怪しいらしいです。まず鉄砲は三千丁ではなく一千丁だったとされてますし、あと三段打ちっていうね、こう三列で、 こう、隊列を組んで、一番前にいる人が撃って、で、撃ったら3列目に行って、その間に弾を込めて、で、2列目で火をつけて、1列目で撃つみたいな。そんな感じでずっとじゅんぐりじゅんぐり銃を撃ち続けるっていう三段打ちって作戦があるんですけど、これも江戸時代の歴史小説で出てきた話なので、本当かどうかで言うと多分なかったとされてますね。はい。そんな感じで、鉄砲は三千丁ではなく一千丁。三段打ちはなかったとされていますが、 ただ、鉄砲船長でもものすごい数であることには変わりないので、えー、この戦いの、えー、この戦いにおいて、織田徳川軍が勝利した大きな要因として鉄砲があることは間違いないらしいですね。はい。また鉄砲の数がすごかっただけではなく、えー、この画像ちょっとわかりにくいですが、赤丸がついているところに鉄砲を構えている人たちいますよね。なんですけど、この人たち、柵の前に出ちゃってるんですよ。 だから、柵の意味なくないって感じなんですけど、ここにいる人たちは徳川軍なんですね。つまり、徳川軍は柵から出てかなり前のめりで頑張って戦ってるってことになるんですけど、それはなぜかというと、今回の戦いの主役はあくまで徳川軍です。織田信長は援軍として来てるってだけなので、徳川軍が頑張って戦わなければ、えー、織田信長からこいつらは同盟者としてどうなのって思われちゃうわけですよね。 ということで、徳川軍はめっちゃ奮起して頑張って戦ったとされています。まあ、そんな感じで大量の鉄砲があったのと、徳川軍が奮起したことというか、そもそも織田徳川連合軍の方が勢力、戦力的にも上でしたので、この戦いは織田徳川連合軍が大勝利することになりました。こうして敗れた武田勝頼は大ダメージを負いますが、その後また武田をこう持ち直すというか、武田を立て直すことに成功しますので、 今後も徳川と武田の戦いはずっと続くということになります。はい。流しの下田原の戦いは以上で終わりです。続いて、信康自陣事件を見ていきましょう。1579年、家康の嫡男、信康が自陣に追い込まれる事件が起こりました。この時、家康は38歳です。また、これに合わせて、信康のお母さん、 家康の性質である築山殿が家康の命を受けた家臣によって殺されています。では、なぜそんな事件が起きたのかというと、えー、その前にまず信康の振り返りを簡単にしようと思うんですが、信康は1559年に家康と今川義元の姪と言われている築山殿の間に生まれた家康の嫡男ですで。その後、67年に信康は信長の娘の徳姫と結婚しています。 だから、信康は、信長の信と、家康の安で、信康というふうに名付けられているわけですね。まあ、そう考えると、信康は、まさに、織田家と徳川家をつなげる、象徴的な人物だったわけですね。で、その後、家康は、武田との戦いに備えて、東東美の浜松城を本拠にします。ということで、三河の岡崎城を、息子の信康に譲りました。なので、この頃、 えー、信康と築山殿が三河の岡崎城で生活していて、家康は遠江の浜松城で生活しているということで、えー、親子は離れたところで生活を送っていました。そして、こういう状況の中、信康自陣事件が起こります。なぜ自陣事件が起こったのか、えー、三河物語という家康の部下が書いた資料があるんですけど、えー、これによる通説から見ていきたいと思います。 通説では、信長の娘の徳姫は、築山殿や信康と不仲だったとされます。よく大河ドラマとかでは、築山殿って今川の人間なわけですが、その今川が没落したのって、信長に、えー、桶狭間の戦いで負けたことがあったわけですよね。ということで、築山殿は、織田信長の娘である徳姫のことを嫌っていじめてたみたいな、まあ、そんな感じで大河ドラマとかではよく描かれますね。 あと、信康ってかなり乱暴者だったというエピソードがたくさん残っている人なので、まあ、そんな感じで徳姫は信康ともうまくいかなかったんですね。で、それで我慢できなくなった徳姫はお父さんの信長に不満の手紙を送ります。で、内容としては、まあ、信康と信康が乱暴者だからなかなかうまくいかないって話であったり、 あと本当かどうかわかんないけど、え手紙の中では築山殿が武田勝頼と内通しているみたいなことが書かれていたわけですね。で、これを受けた信長はこの事態を重く見て、家康に対して信康の切腹を命じたとされています。で、これを受けた家康は、まあ、やっぱりね、信長と関係を悪くするわけにはいかない。 信長を敵に回すわけにはいかないので、え要求を泣く泣く飲んで信、信康を切腹に追い込み、また月山殿を部下に命じて殺させたということになるんですね。はい。ということで、これが三河物語による通説なのですが、えこの通説にはえ疑問点がたくさんあるとされています。代表的なところをお話しすると、まず、徳姫と信康は仲が悪かったわけですが、 ただ、仲が悪いというだけで切腹を命じるかって言われると、まあ、かなりね、ちょっとやりすぎな感じがするわけですよね。また、築山殿が家康にばれないように、裏で武田氏と外交できるほど力があるとは思えない、という意見もあります。また、そもそも、三河物語では、 えー信、信長が家康に切腹を要求したというふうになってるんですが、えー、信長側の資料に、えー、東大記という結構信憑性の高い資料があるんですけど、えー、これによると、信長は家康に、えー、信康を殺せとは一言も言っていなくて、家康の思いを組む形で思い通りにせよと言ったというね、まあ、そういうニュアンスで書かれてるんですね。なので、家康側の資料と信長側の資料で書かれていることが結構違うわけですよ。 で、え、三河物語っていうのは、家康の部下が書いた家康 B 期の資料だとされてますので、え、もしかしたらですが、え、この記載は、え、正室と着難を殺した家康を正当化するために、信長を悪者に仕立て上げたんじゃないか、とも考えられるわけですね。はい。ということで、まあ、その辺真相はわかりませんが、まあ、通説には疑問がついている、ということになります。はい。では、他にどんな説があるのかというと、 えー、この頃、家康と信康が対立していて、その対立から信康自身事件が起きたという説があります。すでにお話ししたように、この頃、信康と月山殿は三河の岡崎城で、えー、家康は遠江の浜松城を本拠としていたので、もう離れたところで生活していたわけですね。ということで、えー、家臣たちも信康派と家康派で分かれてしまって、まあ、派閥みたいなものが作られていたんじゃないか、 という説があります。で、その根拠として、えー、家忠日記という家康の部下が書いた日記があって、まあ結構信憑性が高いとされている資料なんですけど、まあこの中に、三河衆は伸びやすのいる岡崎城へ顔を出す必要はないぞというふうに家康から命令がありましたって話が書いてるんですね。まあこの記載が本当だとしたら、家康が伸びやのもとに こう人が集まってるのをこう警戒しているっていうのがわかりますので、まあ、そんな感じで信康と家康で派閥ができていて対立していたんじゃないかというふうに考えられているんですね。で、その結果信康を自陣に追い込んだのだとしたら、まあ、その信長の命令というわけではなくて、むしろ家康が積極的に信康のことを邪魔くさいと思って殺したということになるんですね。はい。ということで、まあ、どっちが真相かはわかりませんが、まあ、個人的には あの、来年ね、どうする家康って大河ドラマが始まるんですが、まあ、こっちの説を採用してほしいなって思ってます。というのも、信長に要求されて、泣く泣く切腹させる家康っていうのは、もう今までいろんなドラマで描かれてきて、まあ、若干飽きてる、飽きてるっていうとひどいですけどね。まあ、ずっと描かれてきたんですよ、そっちで。なので今回は新しい説を採用して、家康バーサス・信康のね、対立を丁寧に描いてほしいなと個人的には思ってるんですが、まあ、どうなるでしょうか はい。ということで、えー、信康自陣事件についてはね、えー、分かってないことがたくさんあって、まあ実際のところはわからないんですが、まあ、とにかく、信康と月山殿は死亡するということになりました。はい。信康自陣事件は以上で終わりです。続いて、武田滅亡を見ていきましょう。といっても、ここは武田がメインの話になりますので、えー、今回は超駆け足で解説します。そのつもりで聞いてください。 まず振り返りとして、1575年に、武田勝頼は、長篠の下原の戦いで、小田徳川連合軍に敗れました。ただその後、勝頼は、なんとか体制を立て直し、ずっと徳川とは戦いが続いています。そういう状況の中、大きな転機が訪れます。78年に、越後の上杉謙信が急死し、後継者争いが起こりました。で、ここに武田勝頼は介入します。 介入したのは勝頼だけではなくて、関東の覇者の北条という一族がいるんですが、その北条もこの後継者争いに介入します。その結果、詳しい経緯は省きますが、武田勝頼はもともと北条と同盟を結んでいたんですが、関東の北条氏と同盟が破綻してしまいました。しかも北条は逆に武田をやっつけてやろうということで、武田と敵対している徳川家康と同盟を結んだんですね。 こうして武田は徳川と北条に挟み撃ちされてしまうというとてもピンチな状況に陥りました。そしてこういう状況の中、1580年から81年にわたり、高天神城の戦いが起こります。この城は東東江の端っこにある城で、武田と戦う上で非常に重要な城だったんですが、今武田に抑えられてしまっているって状況です。 でこれを取り返すために、家康は高天神城を包囲して、えー、兵糧攻めを行っていました。その結果、高天神城を守る人たちは大変苦しい状況に置かれたんですが、えー、それを知っているはずの武田勝頼から援軍は送られてきませんでした。というのも勝頼は、この頃北条とも戦ってますので、忙しかったんですね。それに勝頼は、この頃信長と和睦を結ぼうというふうに考えていたとされていますので、 え、高天神城を見捨てることを、え、見捨てることに勝頼は決めたわけですね。で、それを知った信長は家康に対しわざわざ幸福を許すなという手紙を送ったとされています。なぜかというと、幸福を絶対に許さずに最後まで苦しめて高天神城を落とすことによって武田勝頼は苦しんでいる味方を見捨てたというふうにこう世間にアピールできるというか強調できるわけですね。 ということで、信長は家康に幸福を許すなという手紙を送ったとされています。こうして結局、最終的には高天神城は陥落することになったんですが、苦しむ仲間を見捨てたということで、武田勝頼の信頼は失墜してしまいました。そしてその後、1582年になると、織田徳川連合軍が武田領に本格的に進行を開始します。これを公衆征伐と言います。 でこれを受けた武田側の方は、もう勝頼の信頼が失墜しちゃってますので、えどんどん離反が相次ぎえ、結局3月に武田勝頼は自害することになりました。こうして戦国大名としての武田氏は滅亡を迎えます。はい、ということで、もう本当にね、武田と徳川はもう10年以上ずっと戦っていたんですけど、まあ、ようやく武田が滅んで、徳川が勝利することができたわけですね。 そして今までの武田と戦ってきた功績が認められて、家康は41歳の時に織田信長から駿河の国を与えられます。こうして家康は三河、遠江、駿河の三カ国を治める大大名に成長しました。はい。武田滅亡の話は以上です。続いて本能寺の変と伊賀越えを見ていきましょう。 ということで、いよいよ本能寺の変が起こり、信長が殺されてしまいますが、本能寺の変は武田が滅亡してから、たったの2ヶ月くらいで起きているんですね。はい。で、この頃、家康が何をしていたかというと、82年の5月15日に、家康は駿河をいただいたお礼を言うために、安土城の信長のもとを訪ねています。 で、そこで、えー、信長の接待を受けて、なんか一週間くらいパーティーみたいなものが開かれていました。で、この時、信長はめっちゃ上機嫌だったとされていて、まあ、そのパーティーが終わった後に、俺の部下を道案内につけるから、京都とか大阪とか、そういうところを観光したらどうだみたいなことを、信長から家康は言われるんですね。それで家康は5月の22日から、京都とか大阪周辺の観光を始めました。 その後、家康は5月29日の早朝に京都を出て、堺へ出発しましたで。その日入れ替わるように、29日の午後に信長が京都に来て、本能寺に宿泊しています。なぜ信長が本能寺に来たのかというと、当時、信長の部下の橋場秀吉が中国地方の方で、毛利って人たちと戦ってたんですけど、これにかなり苦戦してるってことで、秀吉は信長に援軍を要求したんですね。 でそれで信長自らが中国攻めに加わることになったので、まあ、そういう準備のために信長は京都に来て、本能寺に泊まっていたわけですね。えー、なんですが、本能寺に泊まっている時に大事件が起こってしまいます。えー、6月2日の早朝に信長の家臣の明智光秀が謀反を起こし、織田信長は本能寺で炎に包まれる中、自陣して亡くなるということになりました。これを本能寺の変と言います。 また、実はこの頃、織田信長はすでに織田の当主ではなくて、子供の信忠に当主の座は譲っていたんですね。ただ、その信忠も本能寺の近くに泊まっていたので、信忠も殺されてしまいました。はい。こうして、明智光秀によって、織田信長、信忠親子は撃たれるということになりました。ちなみに、今回は信長とか光秀の動画ではないので、これ以上本能寺の変については深掘りしません。 はい。ということで、家康の動きを見ると、家康は堺から京に帰る途中で本能寺の変が起こったということを知ります。つまり、今自分が超ピンチな状況に置かれているってことを知るんですね。なぜピンチなのかというと、家康は、えー、信長の最大の同盟者、つまり信長側、織田側の人間でしたので、明智軍に狙われる可能性が大だったわけですね。 しかも家康はこの時旅行をしてますので、全然戦う準備もできてないし、友周りも20人くらいしかいなかったんですね。なので一説によると、家康は切腹しようとしたんだけど、部下の本田忠ずに喝を入れられたみたいな、まあ、そういうエピソードも残ってるんですけど、まあ、そのくらい危険な状況だったわけですね。はい。ということで、家康たちはなんとか自分の領国である三河の方に逃げようとするんですが、 え、機内の諸街道、ちゃんとした道には明智軍がいると思われますので、ちゃんとした道は使えないんですね。ということで、家康一行は、伊賀の国の山道を通るルートで、え三河の国の方へ逃れるということを決意しました。この出来事を伊賀越えと言い、この伊賀越えが徳川家康の三大危機の最後、三つ目の危機になります。では、伊賀越えがなぜそんなに危険だったのかというと、 まずシンプルに、そのちゃんとした道じゃない、険しい山道を通りますので、シンプルに危ないというのもありますし、もしかしたら、明智をはじめとする、その反織田勢力に途中で見つかってしまう可能性もあったわけですね。また何より怖かったのが、落ち武者狩りですね。それこそ、秀吉に負けた明智光秀は、最終的に落ち武者によって命を奪われてますので、落ち武者狩りって当時本当に怖かったわけですね。 ということで、まあ、家康一行は、そういう脅威に震えながら、伊賀越えを行うことになります。で、伊賀越えのルートは、めっちゃ大雑把に書きましたが、こんな感じになります、えー。なぜこんな大雑把に書いたのかというと、実は伊賀越えの、えー、一時資料って全くなくて、今伝わってるのって、ほとんど物語ベースなんですよね。ということで、ルートは諸説あり、よくわかってなくて、最近はそもそも伊賀を通ってないんじゃないかとか、そういう説も出てます。 なので、まあたいイメージとして、こんくらいというふうに考えてもらえればいいと思います。はい。で、この伊賀越えはいろんな伝説が残っていて、まあ、例えば、本田忠勝というね、家康の部下の中でも一番強いとされていた人ですけど、まあこの人がおち武者を追っ払ってくれたりとか、あと、茶屋四郎二郎という徳川家御用達の、えー、商人がいるんですけど、この人がいろんなところにお金をばらまいてくれたおかげで安全に道を通れたとか、 あと、家康の部下には、えー、伊賀出身の服部半蔵がいましたので、その半蔵の道案内のおかげで安心に、えー、安心して道を通ることができたとか、まあ、いろんな伝説が残ってますね。まあ、その辺がどこまで本当かわかりませんが、まあ、家康の部下たちの活躍のおかげもあって、家康一行は6月5日の未明なので、まあ、とんでもないスピードです。えー、2泊3日ですね。2泊3日で三河に帰還することができました。 その後、なんとか無事、三河に帰ることができた家康は、体制を整えて、明智光秀を撃つために上落しようとしますが、その途中で橋場秀吉、後の豊臣秀吉が光秀を撃ったという報告を受けます。それを受けて家康は上落をやめて、自分の領地の方に帰っていきました。で、その後の織田家の動きですが、 えー、信長が殺されたということで、今後の織田家の運営について話し合おうということで、えー、清ス会議という会議が開かれます。ちなみに、家康はあくまでも信長の同盟者であって、信長の家臣ではない、織田家の家臣ではないので、家康はこの会議に参加していません。で、この清ス会議で存在感を発揮したのが、えー、光秀を売った秀吉になります。 誰よりも先に信長の仇を取ったことで、秀吉の立場が大きく上がっていたわけですね。ということで、秀吉が清須会議などを通じて、信長の後継者として対等するようになりました。この頃、家康は何をしていたかというと、関東で大変な事態が起こっていたので、そっちの対応に追われていました。どういうことかというと、 織田氏の両国となった旧武田領の品の海交付ということでえ、この3つの国は武田が滅んだ後、織田氏の両国となっていたんですが、そのすぐ後に信長が撃たれちゃったわけですよね。ということで、この3つの国では旧武田派の人間たちなどによる一揆が多発していて、もう誰がこの国を治めているのかよくわかんないって状態になったんですね。 つまり、シナの海、甲付は、ちゃんとした領主がいない空白地帯になっちゃったわけですよ。ということで、だったら俺が治めてやるぜっていう風うに立ち上がった人たちがいます。それが、徳川と北条と上杉で、この三者がこの空白地帯を狙って立ち上がったわけですね。こうしてこの三者が戦い合う、天正神語の乱という戦いが勃発しました。 戦いの詳しい様子については、細かい話になるので、今回は割愛しますがえ、徳川は北条と戦っています。ただ最終的には、両者和睦することになり、海・信濃は徳川が、皇助は北条が治めるということで和睦し、両者の間に同盟が結ばれました。こうして家康は、三河、遠藤海、駿河に加えて、海・信濃の,の合計5つの国を治める、 もう、大大名という言葉では足りないかもしれませんね、えー。大大大名に成長するということになりました。はい。本能寺の変と伊賀越えの話は以上です。続いて、小牧長久手の戦いを見ていきましょう。この戦いは、家康バーサス秀吉の戦いになります。でこの戦いの前に、1583年に、静岳の戦いという戦いがありました。えこれは、 織田家家臣のトップの座をめぐって、橋場秀吉と柴田勝家って人が戦った戦いになります。で秀吉の方は、信長の次男の信勝って人と手を結んで、勝家の方は信長の三男の信高って人と、えー、手を結びました。 ただ今回は秀吉の動画ではないので、詳しい戦いの経緯はバッサリカットしますが、まあ、結局この戦いで柴田勝家と信隆の方が敗れ、秀吉の方が勝利しました。こうして秀吉の権力というか、織田家における立場はますます大きいものになりました。ただ、この後、この時は手を取り合っていた秀吉と信勝が対立するようになります。 これは信長と足利義明が対立したのと全く同じような感じで、まあ、秀吉は信勝を傀儡にしたいと思うし、信勝は傀儡にされたくないと思うので、この二人が対立したわけですね。で、秀吉と対立した信勝は徳川家康に接近し、助けを求めました。 でこれに対し、家康の方としても、やっぱりこのまま、え、秀吉が織田家のことを完全に牛耳って天下を取るっていうのは面白くない状況だったので、家康も信勝に協力するようになりました。そしてこういう状況の中、織田信勝が秀吉方に通じたとする過労を粛清するという事件が起こります。で、これを受けて、秀吉が信勝を討伐するために出兵しました。 こうして1584年、家康が43歳の時に、秀吉バーサス、信勝家康という構図の戦いである、小牧長久手の戦いが起こりました。この戦いは、家康が小牧山城というところに陣を張り、そのすぐ北側に橋場秀吉が陣を張っています。ということで、両者結構近い位置でずっと睨み合いはしていたんですが、お互いの力を警戒しているのか、 全面衝突は一度も起こりませんで、こういう状況の中橋場秀吉はしびれを切らしたのか別動隊を編成して一気に三河の岡崎城の方に行って落としちゃおうと考えるんですがこの動きは家康にバレていたので潰されてしまいます、まあ、こんな感じで局地的に戦いが起こったりとかあと実はここで戦いが起こっているだけではなくこの戦いは全国に飛び火していて 全国各地で秀吉派と反秀吉派が戦っているんですが、肝心の秀吉と家康の全面衝突はないまま、ゆっくりと戦いが推移することになりました。そして、こういう状況に嫌気がさしたのか、秀吉は密かに織田信勝と講和を結んでしまいました。こうして、家康は戦う大義名分を失います。 あくまでも家康は逆続秀吉から信勝を守るっていう大義名分で戦ってるので、まあ、信勝が講和を結んじゃったらもうどうしようもないわけですね。ということで、家康の感覚からすると、あの別動隊を潰したりしてましたので、戦に負けてるって感覚は全くなくて、むしろ勝ってるって感覚くらいだったと思うんですが、ただ家康は大義名分を失って戦いから退くことになったんですね。 で、こうして反秀吉派は、家康っていう最大の勢力を失ってしまいましたのでえ、全国的に反秀吉派は、え、秀吉に服属していくことになりました。はい。こうして秀吉は、ますます大きな力を持つことになって、え、秀吉は家康に対し、私に服属する証として、人質を出しなさい、というふうに人質を要求します。で、これを受けた家康は、重臣たちとどうするか話し合うんですが、 まあその結果、強硬派、秀吉に従う必要はないと考える人が多数で、人質は出しませんでした。ただやっぱり家康の部下の中にも、秀吉に逆らわない方がいいんじゃないかって考える人もいますよね。で、それが石川和正でした。あの、駿府で築山殿とか伸安が人質として捕まっちゃってる時に、それを助けるために活躍したっていうね。 もうほんと家康が元康と名乗っていた頃からの側近中の側近なんですが、この人はこの辺りで、えー、意見が合わなくなってきて、石川和正は出奔し、えー、秀吉の方に寝返ってしまいます。これはね、本当に結構衝撃的な事件で、というのも石川和正ってもうずっと家康の側近中の側近、片腕みたいな人だったので、徳川家の秘密事項を握りまくってるんですよ。 なので、石川和正が寝返ったことによって、もう敵に戦い方とかも筒抜けになっちゃうので、えー、徳川軍は戦い方を一から見直さなければならなかったとかね、言われてますが、まあ、秀吉との関係に揺れて、こういうね、石川和正の出本事件みたいなものも起こっているんですね。はい。で、そんな感じで、 え、秀吉は家康に対し圧力をかけてきたんですが、ただやっぱり家康と戦うのはちょっと苦労するってことで、家康に対しては今後、怪獣作戦をとっていくことになります。まず、秀吉は怪獣作戦の第一弾として、妹の朝日姫を家康の性質として差し出しました。ただ、これはかなり胸くそ悪い話で、というのも朝日姫はすでに別の人と結婚していたんですよ。 で、それを無理やり離縁させて、家康の元に送ったもんだから、元夫が自害したとされているんですね。はい。ということで、まあかなり悲しい犠牲があったわけですが、まあ、そうでもして秀吉はなんとか家康を従わせようとしたわけですね。なんですが、これでも家康は折れませんでした。ということで、秀吉は怪獣作戦第2弾を取ります。 それが、なんと、自分のお母さんの大まどころ、まあ、いわゆるねねと呼ばれる女性ですね。この人を実質人実として、家康のもとに送りました。で、家康の方からすると、まあ、さすがにここまでされてはという気持ちも起こったと、ここまでされたらって気持ちも起こったと思いますし、 あとは、秀吉のお母さんが人質として自分の近くにいるので、秀吉に会いに行っても、その安全だろうと、急に殺されたりはしないだろうってことを確信できたと思うんですね。ということで、ついに家康は折れて、1586年45歳の時に大阪城で秀吉と越見します。こうして家康は豊臣氏への親入を多くの諸大名が居並ぶ中で表明し、秀吉の部下になりました。 はい。ここから別日の撮影になりますが、続きをやっていきましょう。若干音量のバランスが変わったかもしれないので、各自調節お願いします。はい。ということで、家康が豊臣秀吉に真珠を表明したというところで終わってましたね。えちなみに言い忘れていましたが、秀吉は1585年から豊臣と名乗っています。はい。ということで、続いての話、小田原征伐と関東違法に移ります。 まず、1590年、家康が49歳の時、小田原征伐が起きました。これは、豊臣政権に従わない、関東の北条氏を征伐した出来事になります。なぜ小田原征伐が起こったのか、まあ、すごく簡単に説明すると、北条と真田って人たちが、まあ、とある領土をめぐって、えー、戦っていたんですが、それを豊臣が、こっからこっちは北条で、こっからこっちが真田、みたいな感じで、えー、最低を下したわけですね。 えなんですが、北条の家臣がそれに従わずに、勝手にまた戦を始めちゃったんですね。ということで、おい、俺に逆らうのかっていう風になって、秀吉は北条に弁明を求めるんですが、北条は弁明しなかったというか、秀吉に会おうとしなかったんですね。ということで、俺に従わないということで、小田原征伐が始まりました。で、この小田原征伐において、家康は豊臣軍の先方を務めています。というのも覚えてるでしょうか えー、天正神語の乱の時に、家康は北条と同盟を結びましたので、えー、そういう同盟関係にある人って、えー、裏切ら、裏切りませんよってことをアピールするために、えー、戦法を任されがちですし、まあ、そもそも家康と北条って、領土を接してますから、まあ家康が豊臣軍の戦法として、うってつけだったわけですね、えー。こうして家康が戦法となった小田原征伐は、ちょっと戦いの経緯は省きますが、えー、北条氏が敗れるという結果で終わりました。 こうして北条氏が敗れたので、北条の代わりに誰かが関東を治めなければならないということで、家康は秀吉から関東への違法、関東へのお引越しを命じられることになりました。こうして家康は赤丸がついている、三河、遠東江東、駿河、甲斐、品野から青丸がついている、まあ、いわゆる関八州にお引越しすることになりました。で、このお引越しについては、 秀吉による家康に対する優遇だったのか、それとも礼遇だったのか、ということがよく議論になります。まず、国高で言うと、約120万国から250万国に倍増してますので、数字だけ見ると優遇策と言えます。ただ、全く地盤のないところにお引越しして、一から統治を始めないといけない。それは当然大変なことなので、そう考えると礼遇と言えるかもしれません。 ただそもそも、優遇とか礼遇とか、そういう問題じゃなくて、家康がふさわしいから家康を配置しただけという考え方もあります。というのも、今、北条の代わりに誰かが関東に入って、関東を安定させないといけないわけですが、まあ、そのためには、元々北条と同盟を結んでいて、領土も接している家康がふさわしいだろう。しかも家康って5つの国を統治していた実績がありますから、まあ、まあ、関八州ね、収める実力もあるだろうってことで、家康がふさわしかった。 あと、この頃、王宇、東北が完全に秀吉に従っていたわけではないので、まあ、そっちにも睨みを聞かせないといけないわけですが、まあ、それにも実力者の家康がふさわしいだろうってことで、まあその優遇とか礼遇とかではなく、シンプルに家康がふさわしいから関東に置いたという考え方ですね。まあ、個人的にはこの考え方が一番しっくりくるかなと思っています。はい。とにかくこうして家康が関東にお引っ越しすることになり、今後江戸を中心に関東が栄えていく。 ということになります。そしてこの小田原征伐が起こった1590年に豊臣秀吉はこの後、えー、東北のことも完全に支配下において、ついに天下統一を果たしました。はい。小田原征伐と関東違法の話は以上です。続いて、朝鮮出兵と豊臣秀吉の死を見ていきましょう。国内の統一を果たした秀吉の目は海外に向けられます。 ということで、1592年に一度目の朝鮮出兵である文禄の駅が始まりました。朝鮮出兵は日本の歴史上非常に重要な出来事なんですが、まあ、詳しくは秀吉の動画でやろうと思っているので、えー、今回はほとんど解説しません。とにかく92年に朝鮮出兵が始まって、まあ、最初のうちは良かったんですが、途中から補給とかも困難になっていって、翌年93年に休戦することになりました。 ちなみに徳川家康は一度も朝鮮に出兵していません。ただこれは家康が特別扱いされたからということではなくて、基本的に東国の大名は家康以外も朝鮮に出兵していませんので、別に家康が特別扱いされたわけじゃありません。まあでもね、とにかく家康は朝鮮に出兵せずに済んだので、疲弊せずに済んだということになります。 はい。また、この1593年には、国内でも非常に重要な出来事が起こっています。秀吉ってなかなか子供に恵まれず、しかもせっかく男の子が生まれてもすぐ病死しちゃうみたいな感じで、まあその後継ぎに困っていたんですが、この1593年に秀吉とヨド殿という女性の間に、秀頼という男の子が生まれました。えー、ちなみにヨド殿は秀吉の側室、えー、で、 信長の命に当たる人ですね、えー。この女性の、この女性と秀吉の間に男の子が生まれました。ということで、えー、非常にめでたい話だったんですが、これが新たな火種を生んでしまいます。というのも、この頃すでに秀吉は、えー、養子の豊臣秀次って人に過疎、家徳を継承済みで、しかもこの秀次がもう関白になっていたんですね。 はい。なんですが、やっぱり秀吉からすると、実施の秀頼が生まれたってことで、え、秀頼の方を後継ぎにしたいなーって考えるわけですよねで。こうして次第に秀吉と秀次の関係が悪くなっていって、1595年に秀次事件というのが起きて、え、秀次は切腹することになり、まあ、秀次だけではなくてね、え、秀次に仕えていた人たちもたくさん処刑になったりしているんですが、まあ、こういう悲しい事件が起こりました。 ま、ここら辺はね、え、秀吉でさらに、秀吉の動画でさらに深掘りしようと思っているので、まあ、ざっくり話しましたが、まあ、こんな感じで、秀次は亡くなっちゃったわけですね。はい。ということで、秀頼が秀吉の後継ぎにはなったわけですが、ただこの状況って結構危険なんですよ。というのも、秀吉は高齢なのに、その後継ぎである秀頼はまだ赤ちゃんだったわけですね。ということは、今秀吉が死んじゃったらどうするの え、ひはまだ政治を行えないから、誰かが代わりに政治を行わなければならないけど、そんなことをしていると、そいつに天下を奪われるんじゃないのって話になるんですね。で、それをやって、えー、天下を奪ったのが、まさに徳川家康ってことになるんですが、その辺の話は後にしたいと思います。はい。また、ここから少し話が変わって、今、豊臣家はこういう問題を抱えていたわけですが、その他にも家臣の中で、 武断派と文治派が対立しているという問題がありました。まず、武断派の代表人物は加藤清正や福島正則などで、文治派の代表人物が石田三成や小西幸長などになります。で左の武断派っていうのは尾張出身の人が多くて、秀吉がまだ足軽大将くらいの全然偉くない時から秀吉と一緒に戦って、その戦の強さを持って出世しましたって人たちになるんですね。 で、それに対して右の文治派っていうのは、まあ、特に石田三成がそうなんですけど、まあ、大海の出身が多くて、えー、つまり、秀吉がある程度偉くなって、大江に城を構えた後に、えー、その実務の、実務能力とか、そういう政治面ができますとかね、えー、そういう頭の良さを買われて出世していったのが文治派なんですね。えー、なので、そんな感じで、もともと持ってる背景が違うので、えー、武断派と文治派は対立しがちだったって言われてます。 はい。ということで、まあ、その、朝鮮出兵の時もね、え、加藤清正と小西幸長が先陣争いしたみたいな、え、エピソードも有名なんですが、え、特にその朝鮮出兵の時に、石田三成は、その頭の良さを買われて、え、それぞれの武将の働きっぷりを、その秀吉に報告するって係を担っていたんですね。でもそういう係って結構損な役回りで、まあ、どうしてもその、俺の活躍を、 なんでちゃんと伝えてくんないんだみたいな、そういう話になってくるわけじゃないですか。俺のことをちょっと悪く言ったんじゃないかとかってね。まあそういうふうになりがちなので、まあそういう経緯もあって、石田三成は武断派からどんどん嫌われていった。というふうに説明されることが多いですね。ちなみに言うと、今言った説明は、まあ結構ステレオタイプの説明らしくて、まあ最近はね、まあそんなに単純な話はなかったっていうふうに、ここら辺結構深掘りされてるらしいんですが、ちょっとね、まだ僕の勉強も追いついてないので、今回はこういう説明で、 えー、済ませようと思います。もっとね、別の動画でさらに深掘りすることもあるかもしれませんが、まあ、とにかくイメージとしては、こんな感じで武断派と文治派の対立があって、えー、その中でも特に石田三成は武断派から嫌われていた、ということになります。はい。そして、このような問題を抱えたまま、1597年に、2度目の朝鮮出兵である慶長の役が起こります。 ただ、その翌年98年に豊臣秀吉が病死したので、日本軍は朝鮮から撤退することになりました。こうして豊臣秀吉は、後継ぎの秀頼がまだ幼少であることや、家臣の対立などの問題、こういうものを解決できないまま亡くなってしまいました。これが関ヶ原の戦いにつながるし、家康が天下を奪うことにつながってしまうわけですね。 はい。ということで続いての話、関ヶ原の戦いを見ていきましょう。ただ、関ヶ原の戦いって、今、定説が見直されている最中で、もう昔言われてた話と全然違うんですよ。なので、僕も勉強していて混乱したし、ちょっとこれどう解説すればいいかなっていう感じで、すごい、こうね、泥沼にはまっちゃったんですよね。 ちなみにちょっと今更ですが、僕はこの動画を作るにあたって、まあ、たくさん本は読んでるんですが、まあ、特にこの定本徳川家康って本を一番参考にしたんですね。ただこの本の中でも、関ヶ原の戦いについては、今定説が見直されている最中なので、まあ、最低限の記載に留めるみたいな感じで、まあ、そんなに詳しく書かれてなかったんですよね。 で例えば、まあ、新しい説を知りたかったら、まあ、こんな感じで、関ヶ原の合戦はなかったみたいなね、まあ、衝撃的なタイトルの本もあるので、まあ、こういうのをね、ご覧に、えー、ご覧になっていただければなと思うんですが、まあ、こんな感じで今、定説がどんどん変わっている最中です。なので、今回の動画に関しては、えー、定説中心で概要をざっくりお話しするって感じでとどめようかなと思います。 で、まあ、詳細についてはいつか関ヶ原の戦い一本で動画を撮ることがあると思うので、まあ、その時ね、がっつりと、まあ、新しい説も、新しい説も交えて解説しようかなと思ってます。はい。ということで、まあ、今回はね、定説中心、概要中心で解説するので、まあ、そのつもりで聞いてください。はい。前置きはこのくらいにして、関ヶ原の戦いの背景から見ていきましょう。まず、秀吉はそろそろ自分が死ぬって分かっていたので、 死ぬ前に、五大老五奉行制度を整えています。まあ、これは、五大老五奉行っていう、計10人の有力者が、秀頼のことを支えて、豊臣家のことを運営していこうというね、まあ、簡単に言うとそういう制度になります。で、メンバーはこの10人です。まず、五大老が、徳川家康、前田利家、浮田秀家、上杉影勝、毛利輝元の5人です。で、五奉行が、石田三成、浅野長政、 増田長森、前田玄マ夏川正家の5人で、まあ、この計10人で、秀頼を支え、豊臣家を運営しようとなったわけですね。で、左の五大道は、家康みたいな諸国の有力大名からなっていて、えー、まだ幼い秀頼の保護や政務全般取り仕切るっていうね、まあ、そういう仕事でした。で、右の五奉行は、豊臣直進の有力者5人で、えー、この5人が実務面で、えー、豊臣家を支えるっていうね、 まあざっくりした解説ですが、まあ、大体こういう制度になっていました。ただ、こんな感じで有力者10人が集まって、しかもこの10人の上には、本当は秀頼がいるんですけど、まだその秀頼が赤ちゃんとなれば、まあ、当然この10人で権力争いが起こって、まあ、誰かが俺が実権を握ってやるぜって考え始めるわけですよね。でまさにそういう風うに動いたのが徳川家康になります。 というのも、右に国高を書いたんですが、もう家康が圧倒的1位なんですね。1位の家康は、まあだいたい250から270万石くらいなんですが、2位の上杉毛利は120万石ってことで、もう家康が圧倒的にこの10人の中で一番力を持っていました。ということで家康は次第に、俺が天下を握ってやるというか、まあ、豊臣家の実権を握ってやるぜってことで、まあそういう野心があるような動きを見せ始めます。 まず、家康は、豊臣秀吉の遺言により、子婚は禁止されていたんですが、これに背きました。子婚禁止ってどういうことかというと、大名家同士が勝手に結婚して、どんどん大きくなってしまったら、豊臣家に牙を剥いてしまうかもしれないってことで、大名家同士が結婚するときは、ちゃんと事前に会議に諮って、要所を得てから結婚してくださいっていうふうに、秀吉の遺言で決まってたんですね。ただそれを家康は破りました。 ただこれに対しては、えー、家康を除く四大老と小奉行全員が揃って家康に抗議を入れるという事態になりました。まあ、これは家康が、えー、ごめんなさい、今後もうしませんみたいな聖書を書いて、まあ、丸く収まったんですが、まあ、こういうことがきっかけで前田利家とか石田三成などが家康に対し激しい反感を抱くということになります。 特に前田利家って、秀吉の親友ポジションみたいな人で、まあ、すごく信頼が厚い人物だったので、秀吉の遺言により、秀頼の貢献役を担っていたんですね。なので、家康が豊臣家の天下を、えー、実権を握るにあたって、前田利家が一番障壁となる人物だったんですが、その前田利家は、秀吉が亡くなった約半年後、1599年の3月に病死してしまいました。 こうして家康はますます動きやすいようになりました。また、前田利家が亡くなったことで大きな事件が起きてしまいます。この頃すでにお話ししたように、武断派と文治派の対立があったんですが、この両者の間に入って喧嘩を止めていたのが前田利家だったんですね。ただ、その利家が死んだってことで、武断派を止める人がいなくなってしまって、 え、加藤清正、福島正則など、武断派の7人の武将が、大嫌いな石田三成を襲撃するって事件が起こってしまいます。ちなみによくドラマとか小説では、襲撃を受けた石田三成があえて性的の徳川家康の屋敷に逃げたみたいな話が採用されるんですが、これは完全なる作り話で、そんな事実はありません。ただ、事実としてこの事件の えー、仲裁を行ったのは徳川家康です。えー、家康の仲裁により、石田三成は、まあ、このままだと危険だからってことで、えー、ご奉行を退任し、えー、自分の城である沢山城に披居することになりました。え、こうして家康の前から、えー、前田利家と石田三成の両方が消えてくれたので、まあ、家康にとっては、まあ、さらにね、実権を握りやすい状況が完成したということになります。その後、家康は、 前田利家が病死したってことで、実は利家の代わりに息子の利長がご大老になっていたんですが、その前田利長に家康に対する謀反の疑いをかけます。まあ、ここら辺真相はわからないところもあるんですが、前田利家は家康と戦ってやるぜって道は選ばずに、江戸城に自分のお母さんを送って、人質として送って、徳川家康に教順を示しました。 はい。こんな感じで、五大老五奉行制度っていうのは、もうこの頃になると、半壊状態になってるんですねえ。どういうことかというと、まず前田利家が病死し、それをもって石田三成が襲われるって事件が起こって、石田三成は撤去します。で、その後、えー、前田利長が謀反の疑いで、えー、完全に家康に教順を示しえ、ちなみにこの事件に際して、浅野長正って人も疑いをかけられて、えー、禁止になってます。 こんな感じで、もうね、家康に逆らえるような人はどんどんいなくなって、えまた、上杉影勝についても、秀吉が亡くなるちょっと前くらいに合図へのお引っ越しを、えー、命令されていたので、そっちの方の運営で忙しいですってことで、合図に帰ってしまってるんですね。はい、こんな感じで、五大老五奉行制度っていうのは全然機能しないようになって、まあ、この頃になると徳川家康に実権が集中しているっていう状態になっていました。 そして、こういう状況の中、いよいよ関ヶ原の戦いの引き金を引く事件が起こります。え1600年の3月に、家康のもとに、合図の上杉影勝が、なんか兵糧を運び入れたりとか、軍備を増強している、つまり無法を起こそうとしているんじゃないか、という不穏な動きが知らされます。それを受けて家康は、上杉に対し、上洛と弁明を求めました。ただ、上杉は上洛をしなかった、どころか、 えー、部下の直江兼次って人により、えー、直江城という挑発的な手紙が家康に送られることになります。ただ一応言うと、この直江城というのは、写ししか存在しないので、今伝わってる話は捏造なんじゃないかと言われてますね。はい、それを前提に聞いてほしいんですが、この直江城の内容というのは、まあ、簡単に言うと上落は無理ですっていうのと、まあ、謀反は事実無根ですって話になります。 まあ上落無理に関しては、今合図にお引っ越ししたばっかりで忙しいし、というかこれから雪降るから動けませんみたいな、そういうことが書いてあったりとか、あと事実無根の方に関しては、なんか我々のこう、無本の動き、無本の動きがあるんじゃないかって報告が、まあ家康様の耳に入ったようだけど、まずそれが事実かどうか調べたんですか調べてからちゃんと質問してくださいみたいな、そういうことが書いてあったりとか、 なんか、都の武士たちは、茶器とか、そういうおしゃれなものを集めるのがステータスかもしれないけど、我々みたいな田舎の武士は、そういう武器とかね、そういうものを集めるのがステータスで、それこそ武士の本文じゃないかみたいな、そういうことが書いてあって、かなり挑発的な手紙で、だったとされているんですね。はい。ということで、まあ、この直江城が本当かどうかわかりませんが、とにかく上杉は上落はしませんでした。ということで、それをもって、家康は、 えー、三部行、あの五部行のね、残ってる三部行は全員反対したんですが、それを押し切り、家康は合図性伐、上杉性伐を強行することになりました。こうして、家康は合図性伐に向かうために、今日大阪を離れることになりました。そして、その隙を狙って、反徳川の感情を持つ、石田三成などが挙兵することになったんですね。 この辺の動きについては、石田と上杉で元々測っていたんじゃないか、話し合っていたんじゃないかという説があって、まあ、ドラマとかでは結構採用されることが多いですね。 つまり、直江城みたいなもので、あえて家康を怒らせて東に向かわせて、その間に石田三成が立ち上がって挟み撃ちにするみたいな、まあ、そういう作戦だったんじゃないかとドラマとかではよく言われますが、まあ、実際のところはこの頃、石田と上杉とか、えー、直江とかがこうやり取りをしていたという痕跡はないらしいので、まあ、その辺はよくわかんないらしいです。はい、とにかくこうして石田三成などが挙兵し、 えー、毛利ととするる西軍軍反徳川軍が結成されることになりましたちなみに、この、西軍の結成にあたっての、えー、石田三成の役割は評価が分かれるようです、えー。どういうことかというと、結構ドラマとか小説では、石田三成が中心となって動いて、西軍が結成されるっていうね、まあ、そういう様子が描かれるわけですが、実際この頃、石田三成がどういう動きを取っていたのかは、一時資料レベルでは分かんないらしいので、 えー、ああいうね、ドラマとかで描かれるような石田三成ではなかった可能性もあるらしいですね。そのドラマとかだと石田三成が西軍の首謀者というか、まあ、発起人みたいな感じで描かれるわけですが、もしかしたらそこまでの、えー、存在ではなかったのかもしれないと言われてますね。はい。その辺はよくわかりませんが、とにかく西軍が結成されて、えついに西軍は、えー、徳川に対して、こう攻撃を仕掛けることになります。 はい。ということで、関ヶ原の戦いの前哨戦と呼ばれる伏見城の戦いが起こりました。伏見城は京都にある城で、えー、家康が合図性伐に向かう直前まで入っていたという城になるんですが、ここに家康は鳥居元忠など1800人を置いていました。で、これを約4万人の西軍が包囲します。で、最終的には落城してしまうんですが、 ただ、3日で落ちると言われていた城なんですけど、鳥居元忠たちは約2週間守り抜いたわけですね。はい。で、この伏見城の戦いには、えー、家康は西軍の拒兵を予想していたという説があります。要するに、家康は愛知政伐に向かったら、反徳川の人たちが立ち上がって、えー、伏見城をまず攻撃するって分かっていた。分かった上で鳥居元忠を捨て石として伏見城に置いたという話になりますね。 まあそういうふうに考えるとっていうか、まあそのステて石って表現をすると可哀想なわけですが、ただ家康と元忠ってもう本当に駿府にいるその人質時代のちっちゃい頃からの仲なんですね。なので主従を超えた親友みたいな関係だったと思うんですが、家康はあえてその元忠を、えー、ステイシとして伏見城に置いたという説があります。 なぜなら、えー、元忠は、もう、家康がね、家康は超元忠のことを信頼してますから、どんなに辛い状況でも絶対に敵に降伏しないし、裏切ったりもしないで、この伏見城を一日でも長く守ってくれるだろうっていうふうに家康は信じて、まあ、すごく悲しかったと思いますけど、元忠を伏見城に置いたって話になるんですね。で、まあ、実際に元忠は、三、えー、3日で落ちると言われてた城を2週間守り抜いて、 まあそのせいで、西軍は動きが遅くなってしまったので、まあ、家康にとってはプラスに働いたという話になるんですね。まあ、この辺は、まあね、あの、物語の要素も強いので、どこまで本当かわかりませんが、えー、とにかく鳥居元忠は伏見城を2週間守り抜きました。はい。そしてこの頃、家康が何をやっていたかというと、家康は藍津西伐に向かっている途中で伏見城の戦いが起こったと知ります。 こうして家康は合図征伐に従軍する諸大名を集め、えー、会議を開きます。ちなみにこの会議は、えー、栃木県の小山ってところで開かれたとされているので、小山表情と言いますねで。内容としては、このまままっすぐ行って上杉を打つか、それとも軍を反転し引き返し、西に行って石田を打つか、西軍を打つかっていうね、えー、そういう話し合いだったとされています。 で、この時、家康は、西軍につきたいなら、西軍についてもいいぞと言ったとされているんですが、それに対し、福島正則が、まず第一番に、いや、私は家康様の味方をします、みたいなことを言って、えー、それによって、ほぼ全ての大名が家康に味方することを表明したとされています。 はい。こんな感じで、家康を対象とする東軍が結成され、えー、東軍は軍を反転し、西に向かって、えー、後にね、関ヶ原で衝突して、関ヶ原の戦いが起こる、ということになります。はい。なりますが、この小山表情については、一時資料がないので、まあ、ほとんど作り話なんじゃないかと、最近は言われてるらしいですね。はい。ということで、まあ実際こういう話があったのかどうかわかりませんが、まあ、ただ事、事実としてね、えー、この上杉聖閥に向かっていた軍は、 えー、反転し、西へ向かうことになります。ただ、家康はすごく慎重な性格なので、すぐ西へ向かうんじゃなく、一旦江戸城に入って、約1ヶ月とどまって、初大名の動きを見ています。というのも、この頃、東軍と西軍、どっちにつくかよくわかんない大名がたくさんいたので、そういう動きを見たりとか、あとは手紙を書いてね、こっちの仲間になりませんか、みたいな、まあ、そういう仕事をしていたわけですね。 でそういう仕事を終えた家,家康がついに西へ向かって動くことになります。まず8月24日に、えー、家康の三男で後継者である秀忠が3万8000の軍を率いて、えー、中山道を通り西へ進みました。そして少し遅れて9月1日に3万の軍を率いた家康が、えー、東海道を通って西に進みます。 で、この二人に注目しがちで忘れられがちなんですけど、この二人が西を離れたら関東の守りはどうするのって話になりますよね。ということで、家康は次男の結城秀康に関東の防衛を託しています。この人誰かっていうと、一度秀吉の養子に入ってる人なんですね。あの、小牧長久手の戦いの後に、秀吉が家康に人質を出すように要求したって話をしたと思いますが、 あの時、結局人質は出しませんでしたが、まあ、実質人質みたいな感じで、次男を秀吉の養子として差し出してるんですね。ただ、その後、秀吉は、実子の秀頼が生まれたので、えー、秀康は結城家ってところの養子に入ることになったっていうね。まあ、そんな感じで結構不遇な人だったんですが、この人に関東の防衛を託してます。ちなみにこの時、秀康は、まあ、やっぱり自分も一緒に西へ行って戦いたいわけじゃないですか。 だからお父さんの家康に、いや、私も西に行きたいですって言ったんですけどえ、それに対して家康は、いや、上杉もすごく強力な敵で、それを任せられるのはお前しかいないから、お前は関東のことを守ってくれって言って、え、秀康は納得したとされてますね。はい。そんな感じで、まあ忘れられがちなんですけど、次男の結城秀康がちゃんと関東のことを守ってくれました。はい。話を戻します。今、秀田だと家康が西へ向かうというところでしたが、 えー、とんでもない大誤算が起こります。秀忠は3万8000の軍を率いてるってことで、むしろ家康よりも秀忠の軍の方が、えー、主力だったと考えられているんですが、その秀忠が西へ向かう途中で西軍の真田に捕まってしまって足止めされます。その結果なんと秀忠は結局関ヶ原の戦いが終わるまで家康と合流することはできなかったんですね。 はい。ということで、まあ、ひではね、とんでもない大失態を犯しちゃったわけですが、まあ、この辺については、サナダの動画とかで深掘りしようと思います。ということで、結局、イエアスは、えー、主力3万8000の軍を、えー、軍と合流できないまま、西へどんどん進んでいって、えー、最終的には関ヶ原で西軍と激突することになります。こうして、1600年の9月15日、イエアスが59歳の時に、関ヶ原の戦いが勃発しました。 はい。ということで、関ヶ原の戦いの様子を見ていきますが、すでにお話ししたように、今回は、えー、定説中心で、ざっくりと概要だけお話しするので、そのつもりで聞いてください。まず、関ヶ原というのは、こんな感じで山に囲まれているわけですが、えー、家康がだいたいこの辺、石田三成はだいたいこの辺に陣を張っていたと言われています。で、この開けたところで、西軍と東軍が激突しているわけですね。 で、数字は諸説ありますが、西軍、東軍ともに大体8万くらいで、数字は互角くらいだったとされているんですが、陣形は西軍の方が有利だったとされています。まず、家康のその後方に山がありますが、この南宮山って山に、毛利秀元が陣を張っていました。この人は誰かというと、西軍の大将は毛利輝元って人でしたよね。 えなんですけど、輝元は、私は秀頼様を守らなければなりませんって言って、大阪城から全然動こうとしなかったんですね。なので代わりに、この秀元って人を送っていました。で、秀元自体は戦うつもりがあったとされているんですが、えー、ここら辺に吉川広い家っていう毛利の人間が置かれていたんですね。で、この人は家康と通じていたとされているので、えー、毛利秀元が山を下ろうとするのを止めるんですね。 秀デは戦うつもりがあるので、吉川広家にそろそろ家康を攻めようぜって言うんですけど、広家は、いやー今弁当食ってるから無理っす、みたいな感じで、カ、ま、ラ、あ、弁当っていう有名なエピソードですけど、そんな感じで全然戦おうとしなかったと言われてますね。まあ、そんな感じで毛利秀デが動かないので、この西軍って毛利勢がたくさんいるんですけど、毛利勢は全然動けなかったわけですね。はい。また関ヶ原の戦いのこう決め手となった人で有名なのは、やはりこの人ですよね。 小早川秀明って人が、ま、この辺に陣を張っていたんですが、この人は、一応西軍の人ではあるんだけど、家康に通じてるって話もあって、ま、どっちに転ぶかよくわかんないって人だったんですね。しかも、そんなどっちに転ぶかよくわかんなかった人が、1万5千くらいの大軍を連れていたとされていますが、この人が最終的な決め手は何かわかりませんが、結局、家康、家康側につきます。 ということで、えー、ここ松尾山って山ですけど、ここを下って、えー、西軍に攻撃を仕掛けました。で、西軍の方でも、えー、大谷義継っていうですね、石田三成の親友みたいな、えー、ポジションの武将がいて、その人が頑張って対応したりするんですけど、まあ、やっぱりね、いきなり側面を突かれたっていうのもあるし、あと、小早川秀明の裏切り、裏切りというか、えー、それに乗じて、たくさんの人が家康側に寝返りましたので、もう万事急すな状況になっていくんですね。 こうして、西軍は改装し、東軍が勝利することになりました。ちなみに、西軍の改装については、島津の軒口というエピソードが有名ですよね。まあ、今、西軍は改装してるってことで、後ろは逃げる軍でごっちゃ返しちゃってるので、島津はあえて後ろではなくて、家康の本陣めがけて正面突破で脱出を試みたわけですね。 でたくさんの部下を、えー、失うことにはなるんですが、見事それで、島津は脱出を果たしました。はい、そんなことがありつつ、とにかく東軍が最後は勝利しています。でその後、幼い秀頼に代わり、家康主導で論功交渉が行われ、西軍の大名は処刑、改役、厳報に処されました。改役というのは領土の取り上げ、厳報は領土を縮小されることを言います。 はい。こうして西軍は力を削がれ、えー、その西軍の大名たちが持っていた土地が、えー、東軍の人たちに分けられたわけですね。こうして徳川家康は250万国から約400万国に増え、えー、豊臣は220万国から65万国に減ったということになります。つまりこの瞬間すでに徳川と豊臣の力関係が逆転し、徳川家康が天下を握った、 と言いたいところですが、それはね、まだちょっと早いんですよ。なぜかというと、関ヶ原の戦いは、えあくまで家康は、え秀での部下として、秀頼様を守るためにという名目で戦ってますし、この論功交渉も、え秀での部下として、まだ幼い秀頼の代わりにって形で行ってるんですね。まあ、つまり、まあ、実質的に家康が実権を握ってることは確かなんですが、まあ、形としては上に秀頼がいるんですよ。 はい。ということで、まだ家康は、まあ、天下を握ったとまでは言えないんですが、実質的にね、まあ、完全に豊臣家の権力を掌握するという状態になりました。はい。関ヶ原の戦いは以上で終わりです。続いて、大阪の陣を見ていきましょう。関ヶ原の戦いで勝利した家康は、1603年62歳の時に、朝廷から征夷大将軍に任命されます。 正魏大将軍というのは、源頼朝が鎌倉幕府を開いて以降、武家の僧領、武家のトップを意味する位となっています。また、正魏大将軍は、朝廷から幕府の運営、武家政権の運営を任されるという、まあ、そういうね、象徴的な位に正魏大将軍はなっていましたのでえ、つまりこの時から徳川家康による江戸幕府が開かれたというふうに考えることができます。 また、家康が正位大将軍に任命されたことで、秀頼とのパワーバランスが変わります。これまでは、お正月の,そのお,礼お祝いというか、まあ、その挨拶のために、初代名たちは大阪城の秀頼を訪ねていたんですが、次第に秀頼のことを訪ねなくなりました。また、家康本人も秀頼を訪ねなくなったんですね。 ということで、この頃から、えー、家康本人もそうだし、初代名たちも、豊臣の世の中は終わって、これからは徳川の天下だ、というふうに考え始めた、ということになります。ただ、一応言うと、家康が正意大将軍になった1603年には、えー、家康は自分の孫の千姫と秀頼を結婚させていますので、 まあこの段階ではまだ豊臣家をぶっ潰すみたいな、そこまでのことは考えてなかったと思われます。はい。で、その後、家康は1605年に、さっさと息子の秀忠に将軍職を譲って、まあ、自分は大御所というね、元将軍の立場になりました。まあ、ここが家康の賢いところで、さっさと息子に将軍職を譲ることで、今後も徳川家が将軍として政権を世襲していきますよ。 これからも徳川の世が続きますよ。私、家康の時代だけではありませんよ。ってことを世間に示したわけですね。はい。こうして大御所となった家康は、駿府城で政務を行うようになりました。えー、つまり、江戸幕府初期の政治体制はこんな感じですね、えー。江戸城に秀忠がいて、将軍の秀忠がいるんですが、まあ、実権の多くは家康が握ってて、駿府城で政務を行っているという、まあ、こういうね、二元的な政治体制となっていました。 はい。ただ、秀忠に将軍職を譲ったことで事件が起こります。家康は、秀頼のお母さんの淀殿に対し、秀頼が新将軍秀忠へ挨拶することを要求しました。つまり、進化の霊を取れ、部下になったということを認めろと言ったわけですね。ただ、淀殿はこれを拒否します。こうして、徳川家と豊臣家はギスギスするようになりました。でそこから時代が進むにつれて、 え次第に加藤清正や前田利長など、豊臣恩子の大名、豊臣のことを大事に扱ってくれる大名が亡くなっていき、豊臣家は孤立を深めていきます。こうして孤立を深めた豊臣家は、次第に兵糧や浪人を集め、何やら戦の準備を始めてるんじゃないかって状況になっていきます。浪人というのは、主が所領募集とかになっちゃって、えー、主を失って、首になったね、武士ということになるんですが、 これが関ヶ原の戦いにより大量発生していたんですね。で、この浪人たちの多くは元々西軍側の人なので、徳川家には恨みを持ってるんですよ。で、そういう人とか兵糧とか、そういうものを豊臣家が集め始めたということで、何やら不穏な雰囲気になってきました。そして、こういう不穏な状況の中、大阪の人の引き金を引く事件が起こります。 まず、豊臣家は、家康の勧めで、宝光寺の大仏を再建していました。この大仏は、もともと秀吉が作った大仏なんですが、まあ、この当時壊れていたので、秀吉様の供養のためにどうですかみたいな、家康の勧めもあって、豊臣家は大仏を作り直していったわけですね。で、いよいよ完成するぞってことで、 えー、会供養というね、まあ、完成の儀式みたいのがあるんですが、まあ、その目前で方光寺証明事件が起こってしまいます。これは有名な話なので聞いたことある人が多いと思いますが、方光寺の鐘にこのような言葉が刻まれていたんですね。えー、国家暗行、君臣崩落ということで、まあ、国家を安らかにして、 えー、上の人も下の人も楽しい世の中にしようみたいな意味で、まあ、すごくいい言葉なんですが、これが問題になります。というのも、まず、これ、家康と豊臣って言葉が入ってますよねで。これは偶然ではなくて、この言葉を掘るというふうにね、決めたお坊さんがいるんですけど、まあ、その人はその家康って言葉とか豊臣って言葉を、まあ、お祝いというか、まあ、そういういい意味で入れたと言ってるんですね。ということで、まあ、偶然ではなくて、ちゃんと狙って入れたわけですが、 え、この家康って言葉が、こう、分断されちゃってるっていうのが問題になるんですね。それで家康は、おい、これは俺の名前を分断してるから、俺のことを呪うつもりだろっていうふうに豊臣家に文句を言うんですね。それを聞いて、いやー、そんなの言いがかりじゃないって思うかもしれませんが、実際これはちょっと失礼なことで、この家康っていうね、下の名前の本名の部分って意味なって言うんですよ。 で当時、武家社会では、胃みなで人の名前を呼ぶことは失礼だと考えられて、まあ、普通は家康とかって呼ばないわけですね。普通は目上の人だったら、まあ、部長とか課長みたいな、そういう役職で呼ぶのが普通だったんですが、あえて家康っていう胃みなを使って、しかもそれを分断してるわけですね。でそれに対して、豊臣の方は、あの、秀吉とかって使ってないわけじゃないですか。 なので、これはわざとだろうみたいな、家康っていう意味名を分断して、俺に、俺に呪いをかけるつもりなんだっていうふうに、家康は考えて、豊臣家に文句を言いました。そして、これを受けた豊臣家は、弁明のために、重臣の片桐勝元って人を、寸布城の家康のもとに派遣しました。ただ、家康は面会を拒否しました。ということで、まあ、これはよっぽど怒ってるに違いないと考えた片桐勝元は、 秀頼に三つの案を進言します。実は、片桐勝本って、まあ、家康には出会えていないんですが、まあ、家康の部下には出会えているので、まあ、そういうね、部下の話も組んだ三つの案になっていると思われるんですが、その三つの案というのが、まず丸一番、秀頼様を江戸に参勤させること、丸二番、淀殿を人質として江戸に置くこと、丸三番、秀頼様が大阪城を退去し、別のところにお引っ越しなさること、 この三つの案のうち、一つくらいは飲まないと、家康様の怒りは静まらず、戦になってしまいますよ、というふうに、片桐勝元は提案したんですね。えなんですが、これを秀頼や与野は拒否しました。それどころか、片桐勝元は、主戦派、家康と戦ってやるぜって考えている人たちから、家康との内通を疑われ、命を狙われるようになってしまいます。 こうして勝本は大阪城を退去することになりました。ちなみにその後勝本は大阪の陣が起こった時、徳川側に味方をして大阪側と戦ってますね。はい。とにかくこうして片桐勝本は大阪城を退去したわけですが、そういう話を家康が知ります。それで家康はついに片桐勝本の殺害計画があったことや、浪人を集め軍備を増強していることなどを理由に、 え、諸国の大名に声をかけ、大阪への出兵を始めました。こうして1614年、家康が73歳の時に、大阪冬の陣が勃発します。この戦いにおいて、豊臣方は、秀吉が作った最強のお城である大阪城にこもって、持給戦に持ち込もうと考えます。というのも、えー、粘ってるうちに豊臣方の味方をする勢力が出てくるかもしれないし、 何より、家康が高齢だったので、年単位の戦いに持ち込めば、家康が勝手に死んでくれる可能性があったわけですね。ということで、豊臣方は城に籠もりました。こうして、豊臣方約10万が籠もっている大阪城を、約20万の幕軍が囲むことになりました。すごいですよね。10万バー20万なので、関ヶ原の戦い以上の規模の戦いだったわけですね。で、豊臣軍の方は、 え今赤丸が出たあたりに、真田信繁、まあ、いわゆる真田幸村ですね、が真田丸っていう砦を築いて戦っていて、えー、幕府軍は大ダメージを負ったりするんですが、ただ幕府軍の方が豊臣に比べて2倍くらいの戦力がありましたので、まあ、やっぱり対局が覆るほどではなかったんですね。 ということで、幕軍は戦いを優勢に進めてはいたんですが、やっぱり大阪城がすごく堅牢な城だったので、落とすのは難しいわけですね。ということで、家康は、えー、戦いが優勢に進んでいる今のこの状態で講和を結んじゃおうというふうに考えます。そこで家康は心理作戦に出ました。まず、夜中に一斉に勝ち時を上げさせたんですね。えい、えい、おーみたいな声が夜中に鳴り響くわけですよ。 それで大阪城ではもうびっくりしちゃって寝れないわけですね。こうして大阪城の人たちはどんどん疲れていって、また大砲でビビらせる作戦っていうのもあります。大砲を城に放ったことによって、ヨド殿の次女、お月の女性たちが数名亡くなったとされているんですね。こうしてヨド殿が戦いを嫌がって、もう和議を結びたいってなったこともあって、 最終的には徳川優勢、幕府優勢のまま和議が結ばれることになりました。そしてこの和議の結果、徳川優勢で結ばれた和議になりますので、大阪城は本丸を残して三の丸とか二の丸とか堀とかそういうものを埋められてしまって、要するに防御力がほとんどない無防備な城になってしまいました。はい。こうして大阪冬の陣は終わりを迎えましたが、 ここから大体約半年くらいでまた戦いが起こってしまいます。というのも、えー、豊臣型の主戦派が和議の条件を不服とし、内堀を掘り返した。要するにまた防御を固めて戦いの準備を始めたわけですね。でこれは当然家康としては見過ごせないので、えー、家康は、えー、幕府は豊臣に対し、豊臣家のお引っ越しと浪人の追放、これをちゃんと守ってくれなかったらもう一度攻めます。という風うに、 えー、豊臣ト家に言います。ただこれは豊臣家は守れなかったんですね。えー、豊臣ト家は要求を拒否します。というのもやっぱり大阪城というのは秀吉が作ってくれた城で、こうね、豊臣家の繁栄の象徴みたいな城でしたので、まあ、そこを捨てて他のところにお引越しするってことはできなかった。あと、浪人の追放に関しては、まあ、浪人が勝手に集まっちゃってるって側面もあるので、まあ、全員追放するっていうのは現実的に難しいわけですね。 ということで豊、豊臣方は要求を拒否しました。これを受けて、家康は再度出兵を決定し、1615年に大阪夏の陣が起こりました。この戦いにおいて、豊臣方は、まあ、冬の陣の時とは違って、えー、野戦を選択しました。というか、えー、大阪城の防御力が大きく下がっているので、外に出て戦うしかなかったわけですね。 で、この戦いの戦力差はこんな感じで、幕府軍が約15万で、豊臣軍が約5万とされています。なので、大阪冬の陣の時以上に戦力差があって、幕軍の方が人数的には圧倒的に有利だったわけですね。まあ、それでも豊臣方は、えー、真田隊などがめっちゃ頑張って、家康の本陣に迫ったりはしてるんですが、まあ、やっぱり家康の首を取ることはできませんでした。 この辺のね、真田の活躍についてはいつか別の動画で撮ろうと思ってます。はい、そんな感じでやっぱり幕軍の方が圧倒的に人数が多かったので、まあ、最終的には大阪城にどんどん幕軍がなだれ込むことになります。こうして、えー、豊臣秀頼や淀殿は最後自害することになりました。こうして豊臣宗家は滅亡し、えー、徳川家康の天下はますます盤石なものとなりました。 はい。大阪の陣の解説は以上で終わりです。続いて、いよいよこの動画最後のトピック、徳川家康の最後を見ていきましょう。家康は大阪の陣で勝利した後も精力的に活動を行っていて、えー、徳川の世の中がずっと続くように仕組み作りに没頭します。ということで家康は将軍秀忠の名前で決まりをいっぱい作ります。 まず、近中並びに公家諸ハットということで、これは超簡単に言うと、天皇や公家の政治活動を禁止した決まりになります。また、武家諸ハットという初代名が守るべき決まりを定めました。例えば、城というのは戦うための施設になりますので、城を修復するときはちゃんと幕府に報告して、許可を得てからにしてくださいとかね、そういう決まりを定めました。ちなみに参勤交代が武家諸ハットに加わったのは、 え三大将軍の家光の頃になりますね。はい、そんな感じで、え大名が守るべき決まりを定めた上で、破ったら海域、改易、領土の没収、憲法、領土の縮小、天保、領土の強制的引っ越し、というねえ、そういう罰が決まって、罰が定められています。で実際にえ、江戸時代の初期は、特にこの武家諸法度が厳しく適用されて、改易になっちゃう大名がたくさんいました。 そして最後に、えー、一国一条例ということで、まあこれは名前の通りですよね。さっきも言いましたが、城っていうのは戦うための施設でもあるので、必要以上に作らないでくださいね。一国につき一つだけだよっていう決まりを定めました。はい、こんな感じで家康は大阪の陣で勝利した後も、えー、家康じゃないや、徳川ですね、えー。徳川の天下がずっと続くように、こういうちゃんとね、決まりとか仕組みを作ることに没頭していました。 ただ、そんな家康にも、ついに最後の時が訪れます。1616 16年の1月、家康は鷹狩りが趣味だったので、鷹狩りに出かけてで、その日の夜にタイの天ぷら、と言っても今で言うと唐揚げみたいなものだったらしいんですが、これを食べた後、倒れてしまいました。でそこから体調不良が続いて、1616 16年の4月、えー、徳川家康は、数え年だと去年75、万年齢だと、 73歳と4ヶ月で亡くなりました。ちなみに、家康の死因は、タイの天ぷらによる食中毒だとされがちなんですが、まあ、実際は天ぷらを食べて倒れた、倒れた時から死ぬまで結構時間がかかってますし、まあ、その間に一時的に家康は体調が良くなったりしている時もあるので、まあ、タイの天ぷらは関係ないんじゃないかと言われてますね。はい。ということで、徳川家康の死因としては、がん説が有力となっています。はい。 こうして家康が亡くなったということで、えー、この動画ももう終わりになりますが、まあ、最後まとめみたいな感じで僕のね、感想というか、家康のすごかったところを話したいと思います。まあその家康は天下を取ったわけで、もちろんね、それだけで超超超すごいことなわけですが、ただ天下を取った後に誰かが奪っちゃうって、まあ日本の歴史だけではなくて世界の歴史を見てもよくある話なわけじゃないですか。 なんだけど、家康は自分が天下を取って、それだけで満足せず、その後、徳川の天下がずっと続くように、ちゃんと精力的に動いたってところが、まあ、本当にすごいところかなって思うんですよね。え例えば、自分がずっと将軍でいるんじゃなくて、さっさと息子に将軍職を譲ったこととか、あと、豊臣家を滅ぼしたことに関しては、そのきっかけとなった宝光寺昇降事件が、若干言いがかり臭いので、まあ、それもあって家康って、 狸親父みたいな感じで、ちょっと評価が低いというかね、不人気になっちゃってるかなって思います。ただやっぱり家康の立場からすると、もう恒例でいつ自分が死ぬかわかんない状態なので、自分が生きている間に豊臣家を滅ぼして、徳川の世の中を安泰にしたいって気持ちは強かったと思うんですね。で、それで実際に実行に移して豊臣家を滅ぼして、徳川を安泰にしたわけなので、やっぱりそう考えるとね、家康ってすごいなと思いますよね。 で、その後も、えー、豊臣を滅ぼしたことに満足せず、諸制度を固めたってことで、まあ、家康がね、こういうふうにちゃんと、その、家康の代で固めてくれなかったら、徳川の世の中がここまで続かなかったかもしれませんので、まあ、やっぱり家康の功績っていうのは大きいですよね。はい、ということで、家康のね、そういう働きもあって、今後、約260年間、徳川の天下、江戸時代が続く、ということになります。 はい。以上で今回の動画は終わりです。ものすごい長い動画になっていたかと思いますが、最後までご覧いただきありがとうございました。いやー、正直ね、今回の動画に関しては僕も作っていて結構大変で辛かったんですけど、ただこの動画を通じて僕自身も家康について、こう、認識というか理解を深めることができましたので、まあね、えー、この動画を作って良かったなと思ってます。 皆さんもこの動画を通じて、家康だけではなく、歴史って面白いなっていうふうに思っていただけたなら幸いです。はい。ということで、えー、本編で話したい内容は全て話したので、特に補足することはないんですが、えー、この後活動方針の話を軽くしようと思うので、えー、興味ない方はここでやめていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価をお願いします。 はい。で、今後の活動方針ですが、2023年の大河ドラマが、どうする家康ということで、まあ今回は家康について解説しました。ただ今回の動画はあくまでも家康の人生の概要をね、さらっと解説しただけで、まぁ、あ、一個一個の出来事については、結構ね、内容は薄くなってます。なので、まあ、ドラマの進行度に応じて、まあ、例えば、そろそろ関ヶ原の戦いが始まりそうだってなったら、まあ、そのちょっと前にね、 関ヶ原の戦いの予習をできる動画を投稿するみたいな、まあ、そういうスタイルで今年1年間は多分やっていくことになるかなと思ってます。あとは、えー、信長とか秀吉とか、今田じゃなくて、今田って誰でしょうね、えー、武田ですね。武田とか、真田とか、まあ、いっぱい解説したい武将はいるので、まあ、自分の時間が許す限り、そういう人のね、解説をする動画を投稿できたらいいなと思ってます。 あと、えー、ちょっと話は変わるんですけど、今回の動画、まだ、あの、編集してないので、わかんないんですけど、多分2時間くらいになってると思うんですよね。で、普通に考えて2時間の動画って、YouTube の中では長すぎるので、えー、僕のコメント欄で一番よく来る、まあ、批判というかご意見は、まあ、動画が長すぎて見る気が起きませんってやつなんですよ。 なんですけど、まあ、個人的に僕が視聴者の立場だったら、今回の動画を30分、30分、30分、30分みたいな感じで分割されて投稿されるよりも、2時間でボンって、え1本で投稿してくれた方が、僕が視聴者だったら嬉しいんですね。で、そういう視聴者がいるってことはよくわかってるので、これからもね、こういうスタイルを崩すつもりは、今のところありません。もしかしたらね、短い方がいいって方もいるかもしれませんが、 基本こういうスタイルでやっていこうと思ってますので、ご了承願います。はい。ということで、今年というか、えー、2023年も、えー、マイペースではありますが、歴史について解説する動画を投稿していこうと思ってますので、チャンネル登録や高評価をお願いします。えー、また次の動画でお会いしましょう。そして僕と一緒にどうする家康を追っかけていきましょう。バイバイ。